皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。川村彩奈です。朝起きて、はい、新聞、中国新聞ですけど広げて、はい、いつも言いますけど番組欄の方からいつも見るんですよね、で番組欄パッとめくったらさ、はい、いきなり、はい、決別金権政治1ザ・ニュースペーパー福本秀さん49歳、はい、東京都、っていう、はい、でっかい記事が出てきたんですよ、で、河合夫妻の、金権政治についてどう思いましたかっていうことを含めて、政治に対してどう思っていますかみたいな、ものすごく大きい記事なんですけど、福本秀さんっていうとね、御前様様に出ていただきましたよと、いうことと、横山が親しくさせてもらっていますよと、いうこととか、あと神石高原町そうですよねの観光大使されてますよという方ではありますけども、ほら大した方じゃないじゃないですか、福本秀さんって。そうの割には記事がでかいんですよ、はい、俺福本さんが、記者にお金を渡したんだと思うんですよ。なんで福本さんそんなことする必要あるんですか。でも確かにこの記事見てみると、あれ政治家の方かなって思うぐらいの表情、そしてスーツ姿ですよね、語ってることがさ、はい、政治家の人がそのお金のことについてルーズだっていうのは、原付バイクの時速30キロっていうのはもうみんな守んないでしょみたいなぐらいにしか政治家の方は思ってないからじゃないですかみたいなところからトークが始まってるんですけど、やっぱね福本秀さんプラスにしてはあまりにも記事がでかいので、俺は福本さんが絶対に記者にお金を払ったんだと認定させていただきます。ああ断定をしたんですね。確かにでも片面の4分の1ぐらいの大きさ、すっげえでっかいの。びっくりしましたね。福本さんがさ、ちょっと中国新聞出ますよっつって、で昨日 LINE が来てたの。あ、そうですか。だから、もう探さなきゃいけないんだろうね、ちっちゃい記事だからさと思っててペロって送ったら、すっごいでかいからさ、さすが、おいおいどんだけ金渡したいんやとかって。渡してないです。渡してないと思いますけど、福本さんならではの、切り口というか語り口だったんですね。でね、福本秀さんはそれこそむのくちゃ油がうまいのよ。むちゃくちゃうまい。え、そうなんですか。はい、で自分で、いろんな作品とか発表されてたりとかして、昨日河村さんがね、イミジクモちょっと画家宣言みたいな、画家宣言はしてない、塗り絵ね、河村画伯ですみたいな、塗り絵宣言、今日もベレー帽をかぶって来られてますけども、ベレー帽は見えます、とんだ画家気取りで来られましたけども、クロッケからですね、はい、昨日の御前様様で河村さんが数字油絵なるものにハマっているという話をされていましたが、なんと僕の職場の20代の女性2人も、今まさに描いていると話していました。どうやら流行っているようです。ただ川村さんは数字油絵というかっこいい呼び方をされていましたが、その子たちに聞くと、一般的には大人の塗り絵と言われているようです。なんかセクシーな遊びみたいで素敵ですよねっていうこと。そうだから数字油絵って呼び方と、大人の塗り絵っていう呼び方と、結構あって、でもラジオでこの場で大人の塗り絵って言ったら、なんかちょっとね、いろんなことを想像させそうな気がして。どんなことを想像する、僕ら何の想像力もないから分からないですけど、ですけどなんかラジオで大人の塗り絵っていうのはちょっとなんかはばかられるなって思いまして。大人のなんとかって言っちゃダメなんですか。いいんですけど、全然いいと思うんですけど、なんで、ラジオってやっぱ想像させるメディアだと私は思ってるので、そうですね、なのでやっぱ数字油絵の方がなんかいいかなって、ああなるほど、なんか分かんないよ、想像力が乏しいから、僕にできることって塗り絵ぐらいしかできないぐらいの想像力しかないんですけど、そんな僕が大人のなんとかでちょっと何にも思いつかないんですけど、例えばどんなものか。いや、全然分かんないんですけどね。いや、そうですか。でもクロッケさんの職場の方も、なんと2人も、そうですね、昨日健太木原さんが御前様通信に来てくださったんですけど、コマーシャル中に健太木原さんの知り合いの方も数字油絵をしてるみたいですよって言って教えてくださいました。へえ。なのでその方ではなくて、その方の知り合いの方とかがされてる方も、あ、意外といらっしゃるんだって。大人の塗り絵、はい、がちょっと流行りつつある数字油絵。昨日も川村がね、よく言いますよね、すごいやってひどくってるんでバカにしますけどね、ちょっとこれ見てくださいよっつって携帯で撮った自分のさ、いや、そうですよ、その大人の塗り絵の写真、描いたものですよね、
を見せてもらったけど、まあ、大したもんだなと思いましたよ。あ、大したもんだなと思ったけど塗り絵でしょと思ったそれとともにだから塗り絵を番号の指定通り塗ってるだけでしょとは思ったので、だからお子さんでもできるんです、うんうん、でお子さんでもできるもの、はい、なのに大人の塗り絵だからいろんなことをね、そういう子供できないのかなとか想像させちゃうなと思って私も数字油絵を私の中では採用したわけです、はい、ただ横山さんからもオリジナルは超えないからなっていう、絶対無理です、ま、間違いないですよね、はい、そうなんですけど、だからレールを外れないと本当の景色が見えないっていう横山理論っていうのがありますんで、はい、まあ、その塗り絵をやってる間は塗り絵画家を超えることはないわけですよ。そうですよ、ね、ただいろんなこと学びますから、うん、色を塗ってる段階で、あ、光が当たってるところはだんだん白っぽくなっていくんだなとかいうのは個人的にこう、川村さんは昨日もいろんなことを学びますって言ったんですよ、はいはい、書いている最中に、そして、あ、明るいところは白を足していくんだなっていう話は昨日もされたので、学んだことはそれだけだと思うんですよ昨日もその話を、全く同じ話を、はい、同じ振りから同じオチで来られましたので、はい、じゃあ明るいところは白くなっていきます暗いところは黒くなっていきます嘘だよ、すげえ大人の塗り絵奥深い、そうなんです、とにかく私は今塗り絵にハマっているんです。大人の塗り絵っちゃさ、はい、あの大人の社交場のストリップ劇場、まあ俺はね、はい、あの仕事でもプライベートでも映画でも、はい、もうずっとお世話になっててさ、で昨日ストリップの第一劇場のさ社長さんに呼び出されてさ、はい、ちょっと話があるから、晩飯食おうぜって言われて、で時たまあんのよ、月に1回ぐらい、でコロナでずっと会えなかったりとかしたけど、あのほら彼女は夢で踊る、はい、映画を作らせてもらって、その主人公加藤雅也さんがやった役はその第一劇場の社長さんなわけですよ、はい、福岡さんって言うんだけど、でこの人がさ、俺はもう呼ばれたらさ、もうとかって思いながらも、はい、じゃあ行きましょうかって顔出すじゃない、はい、で昨日横山さん本当申し訳ないけど、あのほらうち閉館するっつって、はい、まあ、巷じゃ閉館詐欺として有名じゃないで、有名ですか、でおかげさまでさ、はい、閉館詐欺が主人公の映画も加藤雅也さん主演で作ってもらってさ、あ、で、まあ、簡単に言うとその社長のストーリーなわけですよ、そうですよね、社長がどういう思いでストリップ劇場に入ってきて、はい、どういう思いで先代から劇場を継いで、はい、でそこからなんで今も閉館詐欺と言われていてもその劇場を辞められないかっていう話をノンフィクションとフィクションを混ぜて映画にさせてもらって、はい、でそれを横山がプロデュースして、で時が秀夫監督が作って、はい、で加藤雅也さんが演じて、いやすごい、で加藤雅也さんの若い頃、だから社長の若い頃を仮面ライダービルドの犬飼敦弘くんがやるっていう、いや、おい本人とビジュアルが違いすぎるわみたいなそうなんですか、だって加藤雅也さんとかって身長180ぐらいあるの、ね、社長とかくるぶしぐらい大人の男性のくるぶしぐらい、ちょっと今自分の中で言おうと思った、高さよりももっと低くしましたよ、ね、膝って言おうと思ったけど、あ、膝はねこれ竹野内豊の時使ってんだよねいや竹野内豊さんの時もくるぶしって言ってましたよどんどん横山さんの頭の中で低くなっていったのが、V6 の岡田くん、はい、岡田くんは、僕の乳首ぐらいまでの大きさだったんですよだからやっぱテレビとかで見たりスクリーンとかで見たりするとみんな大きく見えるけどちっちゃいんだよね、ああね、うん、そうでしょうね、確かにそういうこともあるかもしれないです。でその社長に呼び出されてさ、で1回目のその閉館するって言った時は、横山さんにねちょっとフェイスブックとかツイッターとか、あと番組とかでその全国のストリップファンの皆さんに伝えてもらえないかなってお願いをしたと、で横山さんに言ってもらったと、ところが辞めるのを辞めると言った、はいはい、閉館しますって言ってて、新聞とかもすごい取材来てさ、メディアもいっぱい来てさ、全国紙とかもいっぱい出たにもかかわらず、もうお別れ公演もやって、でさよならってみんな泣いてさ、全国からお客さん来てさ、もう入れないぐらい人来て、で写真とか撮ってさ、でそこから1週間後にやっぱりもう一回やるって言って週間でそこから俺ものすごいバッシング受けてさ、もう関わらないからなとかって言ってたのに、はい、2回目の閉館しますっていう時にも付き合ってで昨日さ、横山さん申し訳ない今度は本当っつって、で5月の20日をもって劇場を閉めますと、
で6月の1日から重機が入ってきて建物が取り壊されますと、はい、なので最後まで見届けてもらえんかのとかつって、はい、だからドキュメンタリー撮ったりとか、あと何かの形でその劇場がまた残るような形でやってくれんかのとかって言われて、はい、あのちょっと確認ですけど、その大人の社交場ストリップ劇場、はい、俺もう散々今まで叩かれて、はい、閉館詐欺の片棒を担いでるって言われてんですけどって言ったら、今回も担いでくれって言って本当に終わんでしょうねとかって、さすがさすが館長さん。まあぶっちゃけて言うけどさ、はい、一番最初閉館するって言ってから、はい、うちまあまあ儲かったじゃないだからさ、エアコン買い替えたりさ、はい、看板塗り替えたり、あとさ照明も全部変えたんだよ。おお、もう続ける気満々じゃんって言いながらリニューアルしてますね。あれなんかどん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 この建物が美しくなっていくんだけどみたいな感じなんだけど、とりあえず5月の20日をもって営業が終了、はい、で、はい、今日正式発表になって、はい、6月の1日から取り壊しになりますよってなると、はい、その大人たちが楽しむ場所だったりとか、うん、人がちょっと気になったけど行けてなかったよねっていう場所、例えばさ、あのロンドンロンドンロンドン愉快なロンドン楽しいロンドンロンドンロンドンとか昔、はい、CM があったりとかしてさ、はい、あキャバレーってどんなとこなんだろうとかさ、でも実は行ったことがないとかさ、はい、なんかああいう大人の社交場的なところがやっぱどんどん消えていってるよね。そうですね、また映画館とかとはまた違う場所だったりしますもんね、うん、そうだね、だからいわゆるほらスナックっていう場所がなくなりつつあったりとかさ、はい、でそれがキャバクラとかって言うけど、違いが分かんないんだけど何がどう違うんだろうとかさ、はい、でなんかちっちゃい頃からあったけど今言わなくなった文化とか、うん、なくなってしまった文化みたいなのが、はい、いっぱいあるよなとかって思って。そうですね、この1年でも多分どんどんなくなっていってるんでしょうし、そうだね、これからももしかしたら少なくなっていくかもしれないですしね。はい、いやだから川村とかもその大人のまあ油絵っていうんですか、大人のたしなみ、数字油絵、はい、ね、そうですね、だから本当は数少ない人たちで盛り上げないと文化終わっちゃうからねいやいや、これはね日本全国多分いろんな方がしてくださってると思う。そんなに大人で塗り絵する人がいるのやっぱおうち時間ね皆さん持て余してるんでしょうね。そうかな、はい、でも大人も子供もといえば、うん、まあ、昨日からね新生活始まったという方たくさんいらっしゃると思いますけれども、はい、ラジオネームおかげさまさまさんです。おいよ、昨日から保育園に通い始めた我が家の2人の子供たち、いつもなら夜の10時近くになってもなかなか寝ないんですが、うん、昨晩は気がついたら夜8時過ぎには2人並んで、しかも床の上ですやすやと眠っていました、はい、きっと初めてのことだらけで心も体も疲れていたんでしょうね、うん、今日を乗り越えたら明日明後日お休みです。土日はしっかりリフレッシュしてまた来週からもみんなで元気に過ごせるようにしていきたいですそうだね、昨日の夜は、はい、もうぐったりっていういろんなところで、はい、4月1日だから、新しいとこ行きましたっていう人たちがいっぱいいたんだろうね、うん、気づかれしただろうなと思って、うん、これおかげさまさまさんのお子さんの写真いただいてるんですけど、はい、もうほんと床のカーペットの上で兄弟2人が、うん、あもうこの2人は明らかなくなってますね今から未来があるお亡くなりになってますね。未来があるこれあれですよ、検視用の写真でしょこれカーペットの上で明らかにもう2人ともうつ伏せで、うん、ね、仲良く並んで寝てるっていうよりは、ええ、もう気を失ってるみたいな感じだよ ね3歳と1歳の子供がこうなるんですもんねそれから秋生まれのおばちゃんさんです。はいはい、昨日同じマンションの方と会ったのでちょっとお話をしてみました、うん、娘さんがこの春から幼稚園に入園をされるので、はい、今園で使うものへの名前付けをしているそうです、うん、カバンや靴はまだしも絵の具、クレヨン、積み木、粘土のヘラなどちゃんと一つ一つに名前を書かなくてはいけなくて手間も時間もかかって結構大変なんです、はい、と言われていました。昨日はあちらこちらで入社式などありましたが、来週は新入学、新入園の春がスタートするんですね、はい、キラキラピカピカの1年生頑張れと思う私です。うん、そうだね、うん、まあ本当慣れない場所に行かれてる方とか、はい、まあ、これからまた行かなきゃいけない人とかね、入学式があって、はい、新1年生とか出ますけど、まあ、毎年のように言いますけど新1年生っていうのはねランドセルが大きいものですけど、卒業する時には態度が大きくなってますから、ご安心くださいって思うんですよ安心なんだかどうなんだか ねとかさ、あの地域の皆さんがちゃんと見守ってくださったりもするから、はい、どこかでやっぱ人任せに自分が
その子離れして、である程度諦めて、はい、どこかで目が届かないところがあるんだからなと思っとかないと、ええ、全部を自分がやんなきゃいけないと、そのお母さんもお父さんもいわゆる保護者の皆さんが、はい、自分も初体験だから、ええ、だから子供も初めて1年生で学校に行くけど、はい、親も初めて子供が小学校に行っていてとかっていう、ええ、みんなが初めてなんだよね、はい、だからみんなが少しずついろんな方々に、まあ、責任とか思いとかを組んでもらって見てもらってみたいなことしないと、全員が100動こうとすると、一人に対して例えば3人人がいたらさ、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ4人いたとしたら全員が100それ見たら、その子に400のパワーがいくんだからね。そりゃ重いと思いますよ、子供としても。だから25ぐらいずつでいいのよ。だから75は他の人に任しとこう、で75で自分のそのできることやっていこうみたいなことを考えていくと、25が4人で 100% その子にちゃんと行くことになるから、愛情が、みたいなぐらいに思っとかないと、全員が初心者だからね。そうですね。しかも先生にもね、ある程度いろんなことをお任せをさせていただかないと思いますよね。はいはい、いやいや、ほんといい先生と出会いますよ、きっと。はい、先生ってあのちゃんと信じたらちゃんとやってくださる方だと俺は思ってんのね。これなんか新入社員とか、はい、若手社員とかベテランの方とかもそうだけど、こっちが疑って仕事振ると向こうもそれ感じるよね。だけどこっちが大丈夫お前できる信頼しとるけって思って渡すと、はい、一応やってくれるんだよね。そうですね、はい、そうかもしれないですね。そうなの。だから先生とかにも、はい預けますって言ったら、はい、はい、預けられたらちゃんとやんなきゃと思うけど、はい、本当にあなたに預けて大丈夫なんですかって感じで渡されると、あんたがそう思ってることはあんたのお宅のお子さんもそう思ってるからね、俺はねとかって、人の子だからさとかって、もうお互いに思い出すから。そうですね、うん、気持ちよくね、お互いに人間関係をね築いていきたいですね。だから本当、たとえ塗り絵だとしても、もう油絵と認めましょうってことですいや、完成品が油絵風ですたとえ使っているものが油絵じゃなかったとしても、完成したものはこれは、はい、油絵かもって思わせるぐらいのものですから、うん、だから河村さんのその弱いところ、はい、完成品は油絵ですと言い切らなかったことですよね、はい、完成品は油絵風ですっていうことですよね。だって油絵風味いや、そうですよ、サラダ味みたいな、松茸風みたいなもんでしょ。でも松茸ではない、うん、けれども、はい、松茸っぽい味がする。お吸い物香りはしますけどね。はいはいはい、いいんですよ、パウダーでも、うん、松茸パウダーでもいいと思ってます。そう、高級料亭もね、はい、本物の松茸入れてるけど、ちゃんとパウダーも入れてるっていうからね。じゃないと香りが出ないからそうですよね。そうそうそう、いろんな、はい、風味の出し方あると思います、はい、ということで、はい、今日も皆さんと共に楽しく時を過ごしていこうと思いながらお送りする、はい、お笑いのパウダーかけ御前様様では今日のメニューです。10時20分頃映画音楽コーナーです。今週は大好きな映画です。私、13歳の少女が魔女になるための修行をしていく中で、さまざまな経験を積み成長していく姿を描きました長編アニメーション、1989年公開の日本映画魔女の宅急便をご紹介します。はい、ジブリ映画です。もう魔女の宅急便というとね、はい、それこそ川村さんが、あ、はい、川村彩奈 T シャツを、まあ、本人にも渡しましたけど、ありがとうございます。でたくさんの方に購入いただきましたけども、はい、カムラアイナ T シャツ作りますよと、どんなものがいいですかって、デザインはお任せしますよと、はい、こっちが実現しますからって言ったら、はい、まさかの、魔女の宅急便の危機に私がなっている姿をお願いしますっていうオーダーを受けて、はい、ジブリはねパロディーが難しいんだよと説得しながらもキラキラした目ではいはいって言いながら、じゃあって取りやめさせなかったっていうでもやってくださいますよね。いや、じゃあそんな厳しいんだったらどういう風に変えてくださるんですかって言って、もうすごい任せました、一切譲らなかった先輩、どうしても私は魔女の宅急便のキキ、それもキキがグーチョキパン店ってパン屋さんで店番をしている時の姿になりたい、でお願いします。実際に実現をしていただいて、いや本当、ステッカーにもなり、うん、T シャツにもなり、もう私としてはもう感無量です、はい、ありがとうございます。もう T シャツを作ってるね、はい、クレに住んでる金子くんにちょっと、もうちょっと寄せてくれ、はい、もうちょっと魔女の宅急便に寄せてくれって言うたんびに、捕まります捕まります金子さんお縄になっちゃいます怖い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 って言ったから、大丈夫もう一歩前に進んでみよう、もう一歩前、怖い怖い怖い、もう
押すな押すなダチョウクラブみたいな。本当にいろんな方にご協力をいただいたんですが、はい、でもそのぐらい何の T シャツになりたいかに、うん、聞かれた時に魔女の宅急便になりたいっていうぐらい、はい、私の記憶の中ではやっぱ本当にちゃんぜんと輝く、うん、大好きな映画でございます。じゃあ川村彩奈が一体この作品をどのように語ってくれるのか、はい、皆さんこうご期待です。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議ですが、今週は地下とか屋上とかというテーマでお送りしています。はい、例えば学生時代地下にあるお店に入ると携帯電話の電波が圏外になっていました。でも今は地下でも圏外になることが少なくなったように感じます。あの地上に出た時にセンター問い合わせをしてメールを受信していたあの頃、懐かしいな。ああそうだね、なんか携帯使い出しの時本当ちょっと路地裏とか入ったりするともう圏外だったよね。圏外でしたね。あのアンテナをすごい伸ばしてみたりとか、はいはい、あとこう無駄にこう8の字を描いたら、そう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 、あとなんか膝のさ、はい、太もものとことかで、はい、携帯をこするっていうのか、ちょっと携帯を温めたらすごい受けが良くなるとか、そうそう、いろんな都市伝説が巻き起こったよね。そうなんですよね、うん、それなったかどうかっていうのはねよく分かんないんですけど、はい、ただ未だに、はい、まあそうそう、今週末今度の日曜日で、はい、いよいよゴルフの花道最終回なので、はい、ぜひご覧になっていただければと。あの900回を超える番組で20年を迎えるかと思ったけど19年19番ホールで終わりましたっていう番組になるので4月4日が最後なんですけど、ゴルフ場とかは未だにむちゃくちゃ圏外だからね。あ、そうですか。そうなのよ。だからゴルフを、まあ最初ゴルフって前半9ホール回ってで食事してでまた9ホール回って全部で18ホール回るんだけど、最初の9ホール回って食堂に戻ってきた時に携帯見たら、え、待って、携帯のバッテリーがほとんどないんだけどってなるの。はい、たらゴルフ場の方が、あれアンテナがないとこは携帯電話自体がアンテナを探すらしいね、だからすごい動くんだってね、中がね、頑張っちゃうんですよ、頑張っちゃうんだって、ね、電波どこ電波どこって、ね、そうそうそう、なんか数字油絵ですみたいな、すごい頑張っちゃうんですよ。いや数字油絵頑張るもんじゃないです、本当自分と対話しながらゆっくり塗り進んでいくものです。なんかみんなから馬鹿されてるけど絶対いいの作ってやるんだ。いやみんなからはされてない、横山さんだけにしかされてないです。携帯がすごい頑張っちゃうらしい、はい、だからもうあっという間なくなりますよ、切っとかないとって言われて、へーと思ったけど、まあ、だから今もポイントポイントじゃ、あ、そうよ、横山家宮崎実家はリビングでは携帯がかけられるけど、それを台所側に持っていくと圏外だったから、あ、一時期そうですね、うん、私も最近周防大島のおじいちゃんとおばあちゃんの家も電波が割と通じやすくなったぐらいなので、はいはい、意外とあるかもしれない、ね、意外とまだあるっちゃあるんだけどね、スポットスポットで言うとあるかもしれないですね、はいはいはい、うん、などなど今週の会議のテーマ地下とか屋上とかでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。それでは今週の午前様会議のテーマ地下とか屋上とかにちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。地下とか屋上とかなんですけど、はい、屋上の話にさせていただきました。はい、屋上でも午前様リスナーの皆さんみんな知ってると思いますけども、横山家は、はい、まあ、天空の城っていう風にご近所さんからも言われていて、はは、雨雲がうちの中を通るっていうぐらいの高さ、家の中を雨雲がにある8階建てのマンションの最上階ペントハウスです。はははは、はい、すごいいろんな要素詰まってますね。で1階があります、はい、2,3,4,5,6,7,8 と、うんうん、でたくさんのお宅がマンションに入ってますけども、はい、8階はなんと横山家だけっていう状態なんですね。いやーすごい、はい、羨ましい。いやーまあ本当、うん、まあ羨ましがらってもらうためにそこを頑張って住んでますみたいな感じですよね。もう高いとこですよ、はい、値段も高さも、だって高山病になる。ま
まあそうですね、雨雲が家の中をね、高山病、高山病、はあはあ、酸素が薄いから、はい、うん、そうアスリートとかね、なるかもしれないですね、うん、頑張ったらすぐ息が切れる。いやそれはね多分ねタバコのせいとかじゃないですかね。そうかな、うん、まあ、肺年齢もね高いですもんね。肺年齢がね90過ぎてんだよね。だからもう住んでる環境が千人と一緒。なるほど、うん、そういうことだったんですね。そうなの、千人だったんですか、はい、でその8階の横山家の上に横山家専用の屋上って、はい、そのマンションのてっぺんの平べったいとこね、簡単に言うと、はい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 、屋根になってるとこ、一番高いとこは、はい、うちだけのためにあるのね。すごくないですか。いやそれは本当に羨ましいです、はい、で家のど真ん中に、はい、が全部ガラス張りになっていて、はい、でそこに螺旋階段があって、そこ登っていくと屋上に上がれますっていう。本当行ってみたい、一回でいいから行ってみたいと思ってます、はい、もう東京ラブストーリーみたい、トレンディードラマ出てくるマンションみたいです。で広島にだってそういうねところがあるんだって思いますもん、はい、私、ね、話聞いてるだけで。なので、まあ、皆さんの憧れの的で、しかもすごい背が高いところに住んでるんですけど、うん、はい、その屋上に螺旋階段をこうゆっくりと、まあ、ワイングラスとか持ってバスローブ、うん、でガウンとか着てで乳首コリコリに立てたりとかしながらなんで、でブリーフパンツでこうやって上に上がっていくんですよ、ね、あ、そうですか。で夜景を見たりとか、あのほらお月さんが綺麗ですよとか、はい、あとなんとか流星群来ますよとか、見たい時はもうそこ寝っ転がったりとか。いやいいですね、すごくないですか。それだけでドラマになる、うん、で夜とかはそこで一人でビール飲んだりとか、うん、夏場はね、ありゃいろんなことをして楽しむんですけど、必ずもうほぼ9割方その屋上に上がると、はい、あることをしたくなります。もう9割方、うん、どんなことを屋上に行くと必ずのようにしたくなるんでしょうかっていうのが今日の問題です。だ景色がいいってことですよね。360度、はい、高い建物が何もないんですよね。なぜならばちょっと田舎だからの8階ですよね。さすが天空の城、はいはいはい、屋上に上がったら、うん、星が見えますよね、はい、で星座を勉強したくなる、うん、あの星を見て、あこれ何座って言ってたかな、なんかよく見たことあるの、オリオン座みたいな、はい、で星座に詳しい人になりたくなる。はい、星座にまつわる本を買っています。あもうすでに、はい、両津勘吉が教える星座っていう、こっちか、こっち亀の両さんが教えてくれる星座の本っていうのがうちにあります。両さん仕事が幅広いですね。すごいです。あとドラえもんが教えてくれる日本史っていうのも、なんでちょっと誰かに教えてもらおうっていう。ワンクッション必要です。勉強が苦手だった子あるあるみたいな感じなんです。はいはいはい、よくわかります、ね、こういうところから入っていかないと思っちゃうんですよ。漫画で覚える日本史みたいな感じですよね。す、はいはい、あと10分で読める名作ってのもなら読めません、ね、コンパクトになってないとダメですよ ね、そうですね。例えば、はい、公共交通機関バスとか、うん、電車とかが見えるんですけど、はい、そこの人たちに、うん、とりあえず手を振ってみたくなる。ああそうだね、うん、夜景がほんと綺麗なのよ、だからもうあの沈んでいく夕日っていうところからまず360度見えるから、はい、で見えてで、はい、そこから静かに明かりが灯ってきて、はい、アスラムラインがさーっと見えてたりとか、で反対側も全部見えたりとか、で花火大会が見えたりもするし、すごい夏は、もうほんと最強の場所だと思うんですよ。はい、わかった、はい、屋上でタコ揚げをして、おで俺が今広島で一番高いタコをあげているという優越感に浸ったかな。いや多分ね、あそこでタコあげると飛行機に当たる。もう元々の背が高いから絶対当たんない。本当。ああ、さあそんなにですか、うん、多分パイロットの人とかも操縦しながらやばい横山さんのところに当たると思いながら避けたりする。縦にこう縦に縦になる時だと思う。ブルーインパルス並みに、あ、そんなにですか。ニコちゃんマークとかこう作ったりとかする可能性があるぐらい。それ別に関係ないですよね。物を避けようとしてるわけじゃないですか。あ、わかった。はい、ジャックと豆の木を植えたくなる。ああそうだね、はい、まだ俺のところまでジャックが登ってこれてないもん。高すぎて。ジャック遅い。だからもう相当昔にジャックスタートしてるのに、ま、全然うちまで上がってこれないぐらいの高さ。わかった。はい、雲の糸を垂らしたくなる。あーすごい、みんな民たちが下に蜘蛛の糸という名のカルピスを飲んだ後の唾っていうのを持つ。やめてください。8階から落とすの本当にやめてください。さあ、はい、私横山の家には、横山家専用の屋上があるんですけど、はい、そこに行くともうほぼくぶっくり、ちょっとおばかな、7割8割9割、はい、
はい、必ずこれをしたくなるっていうことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net、 アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の一笑い、あやなぞかけかけかけ、週末に向けてフレッシュマンにかけてあげて。今週の午前様会議のテーマ、地下とか屋上とかということで、屋上で楽しむビアガーデンとかけまして、プリンセス天候のマジックショーが大失敗と解きます。その心は、天候悪い。なるほど、まあ、ピスタチオがね、ほんと煙たい表情でええ、それでいいのかこのコーナーは確かにすごい、もうすっごい真顔で今見つめられてます。経年劣化が激しいなみたいな私もちょっとフレッシュな気持ちをね、改めて取り戻さないといけないですね。来週から進行ラーレするか横ラーソかけ、いやいや、もうごめんなさい、いやいや、もうごめんなさい、もうね、年度またぎましたから、うんうん、もう遅いです、すいません。横ラーソかけ、あー、よかった、この1年も頑張ろう。今日も元気に面白く横山ゆずと川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、青空見えてますね、はい、であと平和公園とあと宮島に桜がわーっと見えるんですけど、うん、はい、広島城のところ桜は徐々に葉桜になってきてますよという状況なの で、ね、はい、まだ県北はね、まだまだというところもあるかもしれませんけども、うん、はい、週末の天気も含めて聞いてみましょう。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。もう花見しましたか？はい、昨日温度の瀬戸公園に行ってきました。あ、そうなんだ。そうですね。お仕事で、花見禁止なんだけど、うち。中継だ。お仕事で行ってきました。仕事で行ってくださいました。はい、そうだった。センスを持ってね、平の清盛像と同じような格好をされてます。まだふざけてんだ、お前は。いやいやいや、分かりやすく伝えてるつもりなんでね。分かりにくくなってんだろうがいやいや、そんな扇とかが、ね、必要なる初夏の陽気が今日も続いていきそうです。はい、はいはい、北海道あたりに高気圧の中心があって、今日は県内その高気圧のへりに当たります。はいはい、昨日と比べると雲が広がりやすいんですが、昼前後は晴れ間がある見込みです。はい、はい、県内の降水確率 0% ですので、今日も大きな天気の崩れはありません。はい、気温も22度前後ということで、日差しの量は減ってくるんですが、暖かい空気は流れ込みます。はい、ということで昨日ほどではなくても同じくらいの暖かさが続きそうです。はい、またヒノキ科の花粉も今日も多めとなってますので、対策はしっかりと心がけてください。はい、夕方頃から雲が多くなってくるので、夜の冷え込みも緩やかです。はい、そして明日週末ですけれども、まあ、ゆっくりと天気下り坂です。土曜日のうちはまだ曇り空なんですけれども、西部でいうと夜から雨の降り出すところがありそうです。はい、そして日曜日は1日雨ということで、多少強まるところもありそうです。はい、ですので桜をね、散らしてしまうかもしれませんので、なんかさ、はい、最近週末桜が咲いてからずっと雨だよね。はい、そうですね、3月入ってからがもうだいぶ週末どちらかが雨になっている状況です。ね、はいはい、なので花見なんかはね、花見る方は土曜日までに見て、まあ、日曜日は自宅で数字油絵なんかを勧めるのが良さそうです。いや、そうですよね、いいかもしれないです。お前なんか本当そういうの迎合してくるんだ、おとぶじさんもぜひやってみてください。やってみます。お前のトークにはオリジナルが何にもないな。オリジナリティ溢れてます。この雨、はい、月曜日の朝方まで残る可能性もありますが、来週天気回復していきます。うん、暖かさも一旦収まって20度ぐらいのこの時期らしい気温へ戻っていく見込みです。はい、はい、わかりました。じゃあ花見行くなら土曜日ってことです、うん、ね、ね、はい、早めに済ませておくと良さそうです。はい、今何か目立った警報や注意はありますか？
はい、現在南部に乾燥注意報出ていますので火の取り扱いはご注意ください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。天気予報は音富士さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日は広島市立中野東小学校1年生の有近若菜さんの作文です。タイトルは良いところ。良いところ、中野東小学校1年有近若菜。私が頑張っていることはダンスです。楽しく踊るのが好きです。他には家のお手伝いもしています。私には難しいことがたくさんあって、とても大変だけど一生懸命頑張っています。あと妹のお世話もしています。妹は暴れる時もあります。でもとても可愛い妹です。私の担任の先生はとても明るい人です。クラスのみんなは優しくて、みんながいつも笑顔で学校に来ているのが私はとても嬉しいです。学校の良いところはみんなが助け合ったり、優しく注意をしたりするところです。とても平和でいいなと思います。中野東は地域の人たちがとても優しくしてくれて、とても平和なところだと思っています。私は中野東で頑張ります。すごい。若菜さんは中野東で頑張るんですよ。小学校1年生とは思えないぐらいの配慮が全部。そうですね。すごいよ。確かに自分が頑張ってるダンスから始まって、うん、お家のこと、うん、妹さんのこと、はい、担任の先生、クラスのこと、はい、で学校のいいところ、そして地域の人たち、地域の人、自分を起点にしてどんどん視点が広がっていってますね。ちょっとバズられたのは妹が暴れる君ですって言って言われた。暴れる君とは言って、私の妹は暴れる君ですって言ったとこ。暴れる時もあるけど、はい、とても可愛い妹ですっておっしゃって。ああ、そっかそっか、うんね、妹だけだったなと思ったでも平和って言うんですよ、うん、1年生の女の子が、ね、そこがまたね素敵だなと思いました。めっちゃ上手だったね、うん。今日は広島市立中野東小学校1年生の有近若菜さんの作文良いところをお送りしました。来週月曜日は広島市立東野小学校2年生の山崎隆生くんの作文をお送りします。どうぞ。あ、山崎良生くんの作文をお送りします、はい、どうぞお楽しみに。御前様会議、今週は地下とか屋上とかというテーマでお送りしています、はい、ラジオネームぷくぷくママさんです。幼い頃大阪のおばの家に遊びに行く時の楽しみはまさに今週のテーマ、地下とか屋上とかそのものでした、うん、当時私の住んでいた家は平屋、対しておばの家はマンション、屋上でシャボン玉をしたり遊ぶことができました。そして遊びに連れて行ってほしいと毎回リクエストをしていたのが阪急梅田駅の噴水のある地下街でした。お金を投げ込むのがとても楽しく、広島では味わえなかった思い出です。ああ、そうだね。 あのなんか都会に行く時のワクワク感とか、はい、あと背の高い建物に入るワクワク感とかあったよね、うんうん、そうですね、うん、広島でもなんか私ちっちゃい頃アルパークとかも大好きでしたし、あ、電車がなんか走ってて、でもさ、はい、走ってたよね、アルパーク走ってましたよね。水族館もあったもん。あ、そうですよね、うん、そう、それがもう建物の中っていうのがあった。子供ながらにも本当に大好きな場所でした。なんかすごいさ、そのアーチみたいになってて、はい、でそこをまあ水族館の中のアーチをくぐっていって、向こうに渡る道みたいなのが、はいはい、あって、そこを渡っていくと、だから上に汽車が走ってたりとかするんだけど、あの水族館がなくなった瞬間に不景気なのかって、あの子供でもわかるっていううまくいってないんだな、ここってそうか、
風呂敷広げたけどなかなか大変だったかみたいなの子供でも気づくみたいな。そうですね。あとマリーナホップとかもそうでした。うもうできた時はお母さんとお姉ちゃんと3人でアウトレット行っていっぱい買って、うん、うわーって言って、こんなの水とか流れてるから、ね、そうだね、こんな都会な場所がって思ったんですけど、うん、なかなかね、それもやっぱ携帯を変えながら、そうだ、ね、今も続いてはいますけど、まあ、川村さんだから今のところちょっと2つのところディスったってことですか。いや全然ディスってないです。いえ、頑張っていらっしゃる2つの場所を。昔話です。ああ、昔そう思ってたってことですよ。昔、いやいや、もう子供の頃昔昔は反映していた場所の話をされてる。いや、そんなことないです。またね、利用者の方を変えながら、今も愛されています。ああ、そうですか。遊園地もありますね。よかったよかった。ちょっともう俺が謝罪して訂正しなきゃいけないんじゃないかと思ったから本当川村かなって失礼なこと。いや、私本当に好きな思い出スポットです。あ、そうです。思い出スポット。思い、だから過去の場所って。違う、違う。あれ、ジュリーが、俺が歌ってるのは夏メロじゃないって言ったのと同じだから。あのぐらいからジュリーがハブで出したんだけど。そうなんですか。そう。俺は夏メロを歌ってるわけじゃないっつって。はいはいはい。いや、それです。今を生きてるわけですから。そうなんです。そうですね。みんなが夏メロ、夏メロ、懐かしいメロディー、懐かしいメロディーって言うから。怒ります、そうだったかもしれないです。はい、まだ横山さん午前様やってらっしゃるんですねって言われるのと一緒ね。それ褒めてんのかけなしてんのか分かんないんだけど。確かにそうですね。それはそうだよね。はい、とか番組のオープニングのタイトルとかもね、はい、ああみたいなのがあるもんね。ということで今週は地下とか屋上とかでお待ちしています。さんがですね、はい、最近暖かくなってきたせいか昼間毎日眠くて、お昼ご飯を食べた後はいつもうとうととしてしまいます、うん、夕飯の支度までのお昼寝タイム、幸せなひとときです。あの多分あのちょっと口あばったいんですけども、はい、気候とか関係ないと思うんですよね。もう食ったら眠くなる年齢だったりとかすると思うんですよね。そうかな。ニュースです。午前様様。いや、今、はい、横山詣でに来られた方、ええ、いらっしゃって、三好に実家があって、はい、今東京にいるんだけどつって、で帰ってきてるから横山詣でにつって、で河村さんにクリアファイルを渡してくださいっていう方がいらっしゃったんだけど、今考えたら、昨日から配ってる河村彩奈ステッカーを渡しそびれてるんですよ。渡してください。そんな方にはすぐに。なんかさ、はい、あのお年頃の子供さんがいらっしゃってさ、はい、お父さんがラジオ好きだから来たって言って、で、中学生ぐらいかな、はい、の男の子と女の子、子供たちが、ものすごいさ、なんかお父さんがラジオの人にハマってんだけど、なんなんこれみたいな雰囲気でずっといてさ。それは思ってますね、絶対。で、もう一切俺を見ないの。なんなんこの時間、はいはいはい、みたいな感じをすごい出してて、まあお堀に投げてきたんだけど。みんなまとめて。全員ね、そうですか。ごめんね、なんかお父さんが、なんかこんなよくわかんないの好きだから、一番嫌な年頃だよね、そういうのね、とかつって。そう思う。っていうことにも何にも反応しないみたいな状況で、どうすればいいんだろう。俺休憩したいんだけど、むっちゃ気使ってんだけど、とかって思いながら。はい。で、あ、じゃあ、これ預かって、川村に。いや、ありがとうございます。なんか川村さんが好きなアニメ。あ、わ、呪術廻戦。ありがとうございます。大事にします。ありがとうございます。野原ちゃんだ。釘崎野原ちゃん。河村さんが大事にするっていうのはあれですよね。あの引き出しの中にちゃんとしまっておきますっていう。いや、違います。本当に。これ多分、あの、コンビニとコラボのクリアファイルなんですよ。うん、で、それで私、このクリアファイル欲しくって、コンビニを何件か回ったんですけど、うん、なくて、人気だったのかどうなのか分かんないんですけど、だから今すごく嬉しいです。ありがとうございます。あ、はい、よかったよかった。はい、使わせていただきます。じゃあちょっと今、河村にこのクリアファイルくださったお父さん、はい、あの受付に河村彩奈ステッカーを一枚置いとくので、はい、あの、今ラジオ聞いてたら、受付にあの横山さんから河村彩奈シールを預かっていませんかっていうのを、はい、あのお礼とともに、すいません、あのご足労おかけします。受付に預けときます。すいませんけども。ありがとうございました。だってあまりにも子供が俺に引くもんで。でもですね、横山モーデに来ましたという方からもお便りいただいてます。はい、ラジオネーム、リンママさんです、うん。昨日は思い切って横山モーデに参加をさせていただきました。はい、いつもは聞くだけリスナーでしたが、うん、孫が
去年のコロナで学校が休校になって私と一緒にラジオを聞くようになり、はい、横山詣でに行きたいと言い始めました、うん、横山様の前でちょっと照れていました。横山さんが優しく接していただいてとても素敵な一日でした。これからもよろしくお願いします。お孫さんと一緒に来てくださった方は昨日ですね。そう、もう本当に、はい、おばあちゃんとかおじいちゃんとかがお孫さん連れてくるバージョンもあるし、はい、今日みたいにお子さん連れてくるバージョンもあるじゃないですか。だから必ずさお孫さんとかに、はい、ほら横山さんよ、ほら横山さんよとかって言うけど、ね、孫はそんな興味がないって有名な人よ、ね、有名な人よとかって言う、ね、そうそう、うん、私もありますもん。アナウンサーさんよって言ってすごい写真を一緒に撮ってって言われるんですけど、なんかお子さんとしては誰これ、うん、それがどうしたみたいなサインとかもらえなさいサインよって言うけど、はい、お前が欲しいんだろうとかなんかごめんねって言いながら、うん、あと若い子とかがものすごく気を使って、はい、あ、横山さん、うちの親がファンですみたいな、お前もファンになれなぜお前は言わないって言って、ええ、気を使え、そこ架け橋タイプの方ですよね、うん、あとファンでしたって、ね、過去形にするなお前そうかもしれません。注文の多いアナウンサーみたいなラジオネームはやちゃんさんです。はいはい。昨夜私の地元宮崎の友人から息子さんが広島に就職し入社式を終えたと連絡がありました。お、両親としては寂しさ半分、本人も不安や期待を胸に広島にやってきたのだなぁと赤ちゃんの頃から見ていた私も嬉しくなりました、うん、広島には宮崎出身の面白いアナウンサーがいて宮崎の話題や懐かしい話をしてくれるよと横山さんのことを伝えました、はい、心もとないとき私も横山さんのトークに支えてもらいました、うん、18年も前の話ですが、はい、18歳の若人よ頑張れと。頑張れ、本当頑張れ。18歳。いや、あのさ、はい、やっぱふるさとを出てやってきた人っていうのと、広島がふるさとで広島の企業に就職する子ってやっぱ全然違うのね、はい、まあ、家に帰った時に不安な思いとかを話す相手がいないとかさ、うん、でそういったのも含めてやっぱ環境としては全然違うと思うから、本当に、多分クレッシュマンっていう言葉をこれだけ使うラジオ番組ってないと思うの。今時言わないからだけど頑張れフレッシュマン、頑張れワコードって本当思う改めてね、うん、平成ラジオバラエティ御前様様、いや、あのさ、させていただきます。宮崎県ってさ、はい、今回ほら御前様でずっと紹介させてもらったし、あとこの間テレビ特番もやらせてもらったりとかしたじゃない、はい、で宮崎県の知事って広島の方なの、河野さんって、呉水田高校出身、はい、でさ、で一回マツダスタジアムにその呉水田高校の知事、宮崎県知事との同級生たちがパーティールーム借りてて、で俺取材で行ってたらさ、なんか宮崎県知事が来てて横山さん呼んでるらしいよとかって、はい、でパーティールーム行ったのね、たら、あー、ほらね、横山さん来てくれるでしょって、宮崎県知事がすごい俺が来たことを自慢したの、はあはあ、そう、呉水田高校の人たち、ですごいフレンドリーなんだと思ってたの、はい、そしたらさ、はい、あのこの間御前様様の担当してくださった宮崎担当の方、はい、ね、はい、あとテレビ担当してくださった宮崎担当の方、はい、全員番組が終わった4月に、配置替えになってました。なんてっていうか、ラジオもテレビも両方横山の方に全員飛ばされてたの、ね、え、なんで待ってって、またこれを機にいろんなことがコラボできたらいいですよねとかって、本当にそういう話させていただきましたよ ね終わった後、わざわざ来てくださって、そうなのそうなの、いろんなね、お土産とかもくださって、可愛いエコバッグとかいただいたんで、そうだから、あれ多分本当は配っちゃいけないものとか私たちガンガン渡してたかもしれないあとリスナープレゼントとかもいっぱいさがあったじゃん、ありました、あれもひょっとしたら渡しちゃいけないものだったかもしれない、おやおや知事厳しいよそうですか、そう、じゃあ皆さんね、びっくりした、また新しい生活寂しいですね、ほんとやっと仕事やってさ、うん、で今までも宮崎となんかコラボできたらいいですよねって言って、で俺何気宮崎帰った時県庁に行ったりしてるの、はい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 、で、あの、観光課の方とお話ししたりとかして、はい、いや、あの、広島って本当カープのキャンプがあったりもするし、はい、だから広島は宮崎ものすごく親近感持ってますから、で、僕は普通喋ってるけど、だけど、正式にコラボとかできた方が楽しいですって、とか、はい、うんうん、そうですよね。で、プレゼンみたいなことして、はい、ようやく実現したと思って、で、いや、これラジオもテレビも、まさか同時にできるなんて思わなかったですよね、ね、まさか同時に飛ばされるとは思いませんでした。むしろその手があったかっていうぐらいのびっくり悲しい、でも来年以降もね、またそうですね、そう、また次の方にちょっといろんなお話をさせていただいて、また痛いの引き継ぎってうまくいかないもんだから
またご縁がこうやってね、ここからどん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 広がっていったらいいですね。そう、いや、本当にもうね、そうですか。企業とか、役場とかもそうだけど、はい、前任者がやっていたことを全部否定して新しいことみたいなことに大体なっていくじゃないですか。そういう場合もね、ありますよね。どうしよう、なんか来年宮崎が岡山と組んでたりとか。悲しい、いろんなことを想像してしまいますね。ラジオネーム猫耳親父さんです。はいはい。昨日中学校の入学手続きに行ってきた娘、ほう、なんかクラス分けのテストがあったようです、はい、内容は数学と国語と簡単な英語だったようで、学力を分散させる目的みたいですが、最近はこういうやり方をするんですねと。娘にそのテストどうだったのと聞くと、余裕余裕と返事が返ってきました。まあ何はともあれ、中学校に通うのを楽しみにしているんでいいかなと思っています。え、何？もう一回言って頭。中学校の入学手続きに娘さんが行ったらしいんですけど。中学校の入学手続きに行ったら。はい。クラス分けのテストがあった。テストがあるの？はい。みたいですね。へえ。数学、国語、簡単な英語。テストがあるんですって。あったっけな、今あるんですかね。どうなんだろう ね、まあ、公立か私立かもあるだろうしね。確かに。そうかそうか、学力をまんべんなく振り分けるため、ってことなんですね。まだ入学してないけどあるんです ね、ちょっと緊張が増しますね、緊張度合いが、ね。続いて、もぎたてレモンさんです。はい。昨日の横山さんの生産性のない無駄な時間の話。はい、そうですね。で、まさにスマホのゲームをしながらその時お酒を飲んでいたので、はい、胸に刺さりました。はい。自分では分かっていたけれど、尊敬する横山さんに言われて、すぐにスマホを閉じ、お酒をしまい、夜勤に向けて布団に入りました。はい。これからは何をするか、何ができるかよく考えて、生産しまくりたいと思っています。はい。ありがとうございました。ちなみに、春フェスのステッカー、いつ頃届くのか楽しみにしながら待っています。と、音符付きでいただきました。多分その最後の一行がスタッフをイラッとさせたはずなんですよ。春フェスに参加したリスナーの柄の悪さが半端ないと、午前様リスナーの皆さんの質みたいなのをディレクターが、住所、氏名、年齢、電話番号とかを書いてくださいっていうのに、なんか何通も同じ人が、あ、念のためにもう一回とかって、なかなか来ないのでって来てて、その人に二つ送ろうとしてしまっていたりとか、はいはい、郵便番号がないとか。そうですね。ね。あとは、なんか自分の名前と、なんかこう、名字と名前のところがうまくなってなかったりとか、すごいするらしくって、今日も午前様始まる前に実は馬様とかから、本当に地獄ですって、みんなが全然ルール守んないから、2,000円払ったっていうだけであんな人って雑なことするんですねって言ってたから、俺は馬様をバーン、これはどの口が言うからバーン、そんなことはしてない、リスナー様は神様じゃろうか、これバーンっつって、一回また肩車してお堀に、おいびしょびしょで今ディレクターしてない、本当してないです。泣きながら戻ってきました。メッセージ届いてますよ、この方に。現在発送作業も終盤、頑張ります。ちょっと待てやって話よ。せっかちにつって結構、ね、大変なんじゃ。たくさんの方にね、参加していただきましたから、発送作業、それでそうそうでさ、なんかその話になってね、はい、なんか俺たちのとこメール来てるじゃん、いっぱい、ね、でディレクターが入れてくれるじゃん、はい、見てくださいよこれつって、もう応募フォームで住所、氏名、年齢、電話番号って書いてあるのに何にも書いてないじゃないですか、このラジオネームの、こいつっつって。だからこういうやつばっかりなんですよ。腹立つわ。つったからまた肩車して、おいこれ、お堀にこれっつって。で、また泣きながら。いいえ、そんな言い方しません。北すいません。すいません。リスナーの悪口すいません。横山さんの前です。そんな言い方してません。本当穏やかな。リスナーは何であったら、神様です。一番ここが怖いし、一番ここが柄悪い。でもいっぱい、はい、なんかね、季節の話題も来ていて、はい、黄昏たい犬からは、昨日はお花見に行きました。はい。葉桜になっているものも多く、今年の花見ももう最後かなと思っています。椿も満開状態でとても綺麗でした。はい。とてもうららかなお昼を過ごすことができましたよとか、はい。あとはね、なんか本当すごいいっぱい来てるよ。三つまま。近くにある桜の花は散り、すっかり葉桜になってしまいました。まだ咲いている桜も週末の雨で散ってしまうのかなと思います、うん、満開の時はとても綺麗な桜ですが、散ってしまうと寂しいものですね。
先日は藤の花が咲いているのを見ました。綺麗でしたよ。そうですか。桜だけじゃなくて、うん、椿とか藤とか。はい、蛇使い座、新学期からの登校班が決まり、男女10人ずつくらいに分かれたのですが、新6年生のお姉ちゃんが班長になり、あら、そして新1年生となる次女が班長の姉と手をつないで登校する予定です。うん、まだ、新学期は1週間先のことですが、姉妹の姿を想像するだけでほっこりしちゃいます。はい、ね、うん、手をつないでる姿ですよ ね、 ね。あとはね、フリージア大好き、主人が退職してボケないように大人の塗り絵が欲しい、お大人の塗り絵はいいらしいとテレビ番組で言われていたので、あら、塗り絵と色鉛筆のセットを買ってきました。はい、主人が最初のページだけやって投げていたら孫たちが遊びに来て全部塗ってしまいました。はい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 、大人の塗り絵ではなく子どもの塗り絵になってしまいました、ね、そうですね、うん、そう、いろんなねやり方がありますけど、はい、まあ、絵の具とかもちろん色鉛筆とかあるので、はい、私はもう本当におすすめします、うん、この時間こうやってさ、はい、なんか聞くとやっぱ4月だから、うん、みんな何かを始めようとか何かをしたいってやっぱ思ってんだよね。そうですね、うん、そういう時期でもありますもんね、はい、ラジオネームおじゃまパジャマさんです。はい、昨日午前中に西区の方に納品に行ってる途中に猫かなと思い道路を横切るのを待っているとよく見るとタヌキでした。夜じゃないのにタヌキを見るのが初めてでテンション上がりました。あ、 RCC の前とかを車で走ってたら馬様が不全身粒濡れでしてる場合がありますから、ね、今日ついさっきの蛇かな、あ、馬かみたいになりますから。馬じゃない人です。いろいろあった人です。半魚人みたいな感じで馬様が出てくる可能性が、そんなことやってる場合ないですからね。ありますからね、今日は特に、うん、忙しいですから馬様、はい、ディレクター業ありますから。そうだね、はい、まあ今座ってただ笑ってるだけ。そうですよ。ディレクあれをディレクター業というのであればディレクター業は楽なもんだわって思いますよ。椅子の背もたれにね、しっかりともたれかかって、おいポテトチップス置け。あれ何食べてんだ。食べてるのかな。おいピスタチオも一六タルトを食べるな。何してんだお前は。まさか錦戸を食べる。そんなにリラックスしてやってない。ポエムを食べるな。何してんだお前たちは。ここは愛媛ですか。どうなってんだ。なんでみんな袴坊ちゃんに寄せた。今日は愛媛からって。さあこの時間になりますと、はいはい、御前様クイズの答え発表の時間となりますが、その前におさらいです、はい、今週の御前様会議のテーマ地下とか屋上とかから今日は横山さんが問題を出しました。はい、はい、地下とか屋上とかの屋上の方を選ばせていただいたんですけど、はい、今私が住んでいるマンションは8階、天空の城って言われてるんですけど、この8階に、横山家専門横山家だけが使える屋上っていうのがあるんですね。ねえ、羨ましい。そうですね、もう天国への入り口みたいな感じ。高さ的にはね。あ、雨雲がうちの窓をバーッと通っていきます。家の中びしょびしょですもんね。高山病。すっごい腰、ぜひトレーニングとかして、はい、ランナーになっていただきたいです、うん、登山部がうちの外うちの下の方で練習してるぐらい。すっごい。あ、登山部もたどり着けない、うん、たとえ登山部であっても、まあ、ちょっとかも下に見えるまで。すごいすごい世界規模ですね。すごいですね、はい、まあ、そういった、はい、あのみんながびっくりするようなマンションに僕は住んでるんですけど、その屋上に行くと360度、見渡せるんですよ。はい、高い建物が周りに何にもないです、うん、なぜならばちょっと田舎だから。それがまたね、空気が美味しいんですよ、ね、いいんですよ、はい、でこれが、夏場になるとビール持ってってそこ飲んだりとか、おい、あとは流星群とかがありますよっていうとそこに寝転がりに行って、うん、で屋上でずっと夜空見てたりとか何でもできる、何でもできるの、はい、でよく考えてみたらそこに行った時に8割9割方あ、必ずこれをしたくなるんだよなっていうことがあります。おい、一体どんなことを僕は屋上に行くとしたくなるんでしょうかっていうのが今日の問題です。8割9割したくなるって結構な確率ですよね。下手さね、もっとだって。でもあんま言うと嘘っぽいなと思うけど、多分8割9割必ずしたくなるんです、それが。よっぽどですね、うんうん、ラジオネームうさぎ AB さんです。ハンモックでお昼寝ではないでしょうか。ああ、そうだね、夏場はね、はい、ホームセンターですっごい巨大なビニールのプール、あれを買ってきて、はい、屋上で膨らまして水入れてその中に入って、うん、ビール置いて読書してた。へえ、
屋上だからこそできますよね。ある程度面積がないとできないですね。で、うちよりも高いところがそんなないから、はい、あんま見られないの。そうですね、はい、そうか、確かに周りの目も気にならない、はい、あ、それはいいですね。その代わり、あのビニールのプール作るじゃん、はい、水入れて、はい、だあれって人が入って一晩温められて次の日迎えると、はい、必ずなんかわかんないけどほにょ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 みたいなのが水の中にできるの。だから多分プールとか、はい、あのほら薬剤みたいに入れるじゃん、はい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 、ああいうのがないからなんかもよ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 っていうのができんの。それ見るとちょっとテンション下がりますね。下がんの、うん、だから毎日水を入れ替えなきゃいけないとかって思っちゃう、はいはいはい、まあそうですね、はい、いろいろね、そうすると面倒くさくなる。これがいい面もあれば悪い面もあり、片付けるのも自分ですしね。そうなの。クレナタケちゃんさんです。横山さんがお家の屋上に上がってやりたくなることは UFO を呼びたくなるではないでしょうか。あ、そうですね、まあ、360度大パノラマであれば、うん、UFO の一つや二つ、いや見てるでしょうよ。見てるでしょうよ、うん、ただこっちが気づいていないっていうだけですよね、きっとね。まあそうですよね、うん、まあね、いや本当さ、その宇宙の中の、はい、太陽系の中に地球っていうさ小さな惑星があってさ、はい、そこにだけ生物がいるなんてわけがないよね。ないです、ね、あんなにさ、はい、ものすごい量の数の星があってさ、うん、でそこに生命体らしきものが我々には見えないけれど、はい、だけど俺たちは、まあ、あのタイムスリップの昨日ね、あのやり方っていうのをリスナーの皆さんにたっぷりと何回もかけて、はい、ね、まあ、川村にもお話ししたので、はいはい、みんな宇宙のことについてものすごく今興味を持ってると思うんですよ。はい、でまた今日もスペース横山としてスペース横山お話をさせてもらいますけど、はい、スペース横山、人間は光に映ったものしか見えてないんですよ、はい、だから太陽に当たって光に当たったものを人間は目で見て、はい、ものがあると思ってますけど、 その理屈じゃない生物がその惑星惑星にいるはずだから、はい、俺どの惑星にも生物がいると思ってるのね、人間に見えてないだけ、はい、そう思います私も、はい、ね、人間の形とかもしてないですよね、そう、だからもう宇宙人とかもいわゆる個体じゃないっていう可能性があるし、はい、その光に当たって見えるものではないっていう可能性があるので、うん、どの惑星にも絶対いる気がするの。いないわけがないよね。ねえ、だって地球にこんないるんだよ。はい。で、宇宙の隅もどこかわからないのに、うんうんうん、大きさもわかってないのに、はあ、ね、地球だけなわけないですもんね。そうです。それぞれね。だから絶対俺たちのところにもいるかもしれないし、いないかもしれないし、はあ、みたいなことだと思うので。ね、UFO も来てるかもしれないし。絶対来てますよ。はい。ただ俺たちが思ってる形じゃないんだと思うんですよ。そうかもしれないですね、うん、もうそのまんま飛んできてるかもしれないですもんね、とかずっと見てるかもしれないし、うん、俺たちを囲んでいる、はい、なんかこう表層、ええ、体のちょっと外側とかに全然違う世界のなんか入り口があるような気もするし、はい、いろんな捉え方があるよね。ねえ、本当宇宙って考えれば考えるほど謎が深まるし、はい、ロマンありますよね、うん、ラジオネームジンベさんです、はい、屋上から紙飛行機を飛ばしたくなるのではないでしょうか。あ、そうですね、ただまあご近所さんの目もあったりするじゃないですか。まあそうですよね、うん、8階よりもね下に必ず横山さんはって飛行機を落とすよねつって言って、うん、って言われるのもまたどうかと思うじゃないですか、はいはい、僕はねそのご近所さんとの付き合い方っていうのをいつも考えていて、まあほら駐車場の大家さんとかも含めて、はい、もう近くにいらっしゃる方全員に挨拶をするっていうことを心がけていて、はい、ゴミをちゃんと出す、地域の行事に参加する、はい、しかも積極的にみたいなことを考えてるんですよ、はい、いやそうですね、あのね普通の人の倍ぐらいやって普通の人、うん、普通の人の3倍か4倍頑張っていい人、はいはい、普通の人の10倍ぐらい頑張ったら、はい、もうなかなかいいよって言われる感じなのよやっぱ色眼鏡で見られるからさ、あそこ横山さん住んでるけ、あれね地域の遊行事とかまあまあ来てね、まあなんかそんな威張った感じじゃないよって言うけど、俺ものすごい腰低いぞお前ってそうです、うん、ゴミ捨て場とか俺が綺麗にもう手前から置いてあるのとかも全部やったりとか、すごいすごい、あなんかわかんないさ、工事の人とか置いてるコーンとかもなんか、はい、ちょっとここじゃちょっとダメだからこのぐらいすごいちゃんとしてるのにしちゃうんですね、うんうん、まあまあなんかたまに見かけるけど、うんとかって言うけど、お前俺みたいに腰引くやついないぞこの野郎とかって思うもんそれがもう紙飛行機でも飛ばした日にはもう大変、横山さんが上からもうなんかわっきゃわからもう投げてくるんよってもう紙飛行機投げただけわっきゃわからもう投げてきたんやってくる、どうなるか分かんないです絶対しないですね。続いて白い自動車の女さんです、
横山さんが屋上でしたいこと、それは日本庭園とその真ん中に天然温泉を引き露天風呂を作りたいのではないでしょうか。あ、そうだね、夢が広がっちゃう。確かにね、家に自分の露天風呂があったら毎日入んのかな、はい、でもなんかあの別府とかって、うんね、街中からね、はい、本当それこそそこら中に温泉があるじゃん。今ディスろうとしてます今ディスりの入り口にいましたよねまあじゃあこれ以上ねいやでもやっぱ言わんとすることは分かります、はい、毎日温泉が出るっていうことになった時に、果たしてそれがありがたいことなのかとか、そうなんですよ、温泉に入るのかってことじゃん、はい、2種類は欲しいですよね、うんうん、だからあの普通のもってことでしょ、火鍋みたいな感じでだからこっちはちょっと普通の味、はい、こっちはちょっとピリ辛みたいな、はい、2種類あったり3色そばみたいな感じでしょ1,2,3 ってなっててこれはおろし、これはカツオ、そうそうこれは普通のみたいな感じにしてくれないと、はい、これだけって言われた時にそうなんですよ、うん、だから例えば家にね露天風呂があります、はい、我が家にはそれしかありませんってなった時にまた外に出て風呂入らなきゃってなるわけじゃん。露天風呂じゃなくて風呂が外にある家になるじゃんそうですよね、特にね雪降った日とか寒いですしね、風邪ひくこともあるでしょ、なんでうち外にあるんねお風呂がさって寒とかさ、それはすごくわかります ねお手洗いだってそうですもんね、絶対入らないよね、うん、入らないと思います。だってさ海沿いとか、はい、あと夜景が綺麗なとか、いろんなマンションとか建物とかで、そのキャッチフレーズがあったりとか、売りがあるじゃない、あります。全部不便そうだもんね。だから錆びたりとか、うんうん、ね、しやすいとも言いますし。しやすい。だから海が近いってことは、うん、建物の劣化が激しいし、はい、多分昼間とか暑いんだよ眩しくって。すごい。水面がキラキラして確かにそうまた眩しいよ、もう洗濯も干すために眩しいんじゃけどもうイライラくるわとかって思うし、夜景が綺麗なとことかだとおいおいなんでこんな登らんに行けんのよ家帰るのにとかってまあまあまあすっごい高いところにあるんだよ、はい、今日疲れたなっていう時も一段一段、うん、おい疲れて仕事で帰ってきた今から家帰らんじゃけんのよこれっつってもそう思うと思います、うんうん、住んでみないとわからないこともあるし、そうねえ、そのあたりあるでしょうね、夜景が綺麗なマンションとか夜景を見ることなんかめったないですよまあでもね、うんうん、そうかもしれない、まあ、はい、慣れちゃうっていうところがね、そうそう慣れちゃう、慣れは怖いんです、ね、美人と結婚しても慣れちゃうし不細工な子と結婚しても慣れちゃうんだでどっち慣れるんだったらどっちがいたらじゃあ美人かってみたいな選び方なんだよね、極論ですね、極論だからお金がいっぱいあっても貧乏でも慣れちゃうからそれにどっちでもいいの、でもじゃあどっちでも選んでよったらじゃあお金持ちと思うのと一緒そうですね、露天風呂もそうかもしれないですね、絶対そうだよ、高畑城志さんです、はい、屋上から見えるこの街の区画整理をどうしたら持ってよくなるかっていうのを考えたあ、たまにあるあるあの建物もう人住んでないけどあれ多分モチベーションしか分かんなくなってるからあそここうやってやったらあそこにお店とかあったらいいのねとかって勝手に街のプランを考えるときがあるそうですね、うん、街づくりですよね、はい、上から見たらよくわかりますもんね、朝南区だからさ、はい、うちは、はい、いわゆるベッドタウンになってんのね、はい、今いろんな方々が建物建ててて、はい、マンションもすごいあって、で学校なんかもマンモス校になってんのね、朝南区って、はい、うんうん、だけども古い建物もいっぱいあるの、昔からある、で道が細くって水路があって、はい、ヤギ用水だったかな、水路があって、はい、でいろんな区画がすごいしにくいの、はい、でそんな中あそこの区画をこうしたらこうなるんだよねとかって思いながらは、ね、うん、勝手に、ね、勝手に考えながら見るときはあるカープファンが自分が監督になったかのようにね、オーダーを考えるみたいなことですよね、はい、じゃあこれ最後です、はい、ピーチのお姫さんです。横山さんが屋上に行ったらしたいこと、それは傘を持って屋上から飛び降りゆらゆらと地上に着地したいのではないでしょうか。あ、23歳ピーチのお姫さん、うん、はい、どうしたんですかね、ちょっとこの方もちょっと心の病を抱えてらっしゃるんですか、ね、いやいい、メリーポピンズですよ。え、ひょっとして傘を持ったまま飛び込んだらふわ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 浮くとこの方は思ってらっしゃるんですか。映画の話でも映画に憧れてるってことですよ。俺が万が一それで今日帰ってからやったらあーってなった時にどうしますかしたらね、しません。俺何気にファンタジーとかメルヘンとかまんざら嫌いじゃないですいい答えでした、ピーチのお姫さん、ありがとうございますさあそれでは、はい、横山さんはお家に屋上がありますが、はい、屋上に行った時に
8割9割したいといつも思うことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。正解の発表です。はい、正解は、8割9割型、はい、玉置浩二の歌を歌いたくなります。はあ、はい、玉置浩二さん、玉置浩二限定です。オンリーですか。はい、でほぼ思いつくのはメロディーっていう曲です。おーを歌いそうになるんです。はい、街を見ながら、はいはい、あんなにも好きだった君がいたこの街にってこと。切ない切ない切ない。今もまだ大切なでも必ずその歌を8割9割方歌いたくなるの。その歌もそうですし、8割9割っていうところも含めて病んでると思います。あとはこの歌じゃないときは玉置浩二の幸せのランプっていう曲がある。わかります。は歌いたくなるの。あ、私も好きですその歌。すごく好きです。はい、歌いたくなるの。はい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 。なるほど、なるほど。そういう気分にさせるの。ちょっと感傷的になっちゃうんですね。うん、しかも幸せになるために生まれてきたんだから。そうそうそう。好きなことをやって。で行きなさい、そうそう大切なみたいな。そんな気分に必ずなる。角度を変えて、はい、ああそうですか。そういう気分になっちゃう。いろんなことを考えちゃうんですね。でちょっとしんみりして降りていくの。まあ確かに屋上ってねそういう気分にさせますよね。させるよね。はい、正解は8割9割、はい、玉置浩二さんを歌いたくなるということでした、はい、うん、あ、なるほどなるほど。ズバリ玉置浩二さんっていうのはいらっしゃらないんですが、うん、誰かの歌を歌いたくなると答えてくださった方が何人かいらっしゃる。まあ不正解ですよね。正解は玉置浩二です。いやいやいいじゃないですか。ちょっと近いというか。これは徳永英明とかでもダメなわけですよね。壊れかけのレディオとかじゃないわけですよ。壊れかけのレディオ屋上ではあんまり確かに。よし行くぞとかで、俺こんな村は嫌だ、俺こんな村は嫌だとかじゃないわけですよ。じゃあ引っ越しなさいよって話ですか。はい、じゃあ、はい、ちょっと近いという方から今日は3人の方に富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございまし た, ました。スポーツ一直線。さてさて、プレー級ですけども、昨日セパ両リーグ合わせて5試合が行われましたよということで、広島対阪神戦は6対3で阪神が勝ちました。はい、あとはまあその聖火ランナーも行ったりとかするし、あと選抜も終わったし、はい、いうことだったりとかして、ね、うん、いろんなスポーツイベントがあって、大坂なおみが23連勝で連勝がストップしたりとか、本当いろんなこと、実はいろんなことが行われているけれど、はい、緩やかに緩やかに、いわゆるスポーツイベントがまた改めて開始されてるよねということだと思うの、ね、そうですね、はい、でこれを自分たちがどういうふうに楽しんでいくのかっていうことが大事だし、あとプロの選手たちも今ほらヤクルトの選手がね濃厚接触者ということで、ほとんど主力が今もう出られないっていう状況になったりとかしてるから、ああいうのを見ると、あの、まあ、特例措置が今年はあるとはいえ、はい、もうベストの戦力じゃない状態で戦わなきゃいけないチームがいるとか、でそういうことが自分たちにも起こらないように、はい、その去年笹岡監督に聞いた時にね、笹岡監督はプロ野球選手になってこんなに外にご飯を食べに行かないってことはなかったって、はい、だからあのガス抜きができない、ずっとホテルに帰る、ホテルの中でみんなあの小学校とか中学校みたいに同じ方向を向いてみんなが食べて、それぞれが部屋に帰っていく、で出ないでくださいって言われてる、でまたそこからバスに乗って球場行ってっていう、もう多分野球が本当にもうそれしかないみたいな状況になっていって、選手たちもしんどいと思うけど、それはファンの方もそうだと思うから、でもそんな中でもできるっていうありがたみを去年のことで知ったはずなので、ぜひあのそれを守るためにいろんなスポーツイベントに関わる方々は、あの自分のこともありますが、自分たちの種目とか自分たちのいわゆる文化のためにもう一踏ん張り、スポーツとは違う頑張りがいりますよっていうことだったりとかすると思うので、ファンの方々もプレーとかあとは順位とかだけじゃなくって、はい、そこを踏ん張っているプロの皆さんにも拍手を送ってもらえたら嬉しいなと思うので、何事もなく沈んできたらいいなと思います、はい。
映画音楽コーナー。このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山雄二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位事故物件怖い間取り、9位ボルケーノパーク、8位魔女がいっぱい、7位コンフィデンスマン JP プリンセス編、6位映画ドラえもんのび太の新恐竜、5位糸、4位朝だけ、3位今日から俺は劇場版、2位クレヨンしんちゃん激突落書キングダムとほぼ4人の勇者、そして今週の第1位は初登場です、ドクターデスの遺産ブラックファイル。以上、蔦屋軽文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さて今週は13歳の少女が魔女になるための修行をしていく中で様々な経験を積み成長していく姿を描いた長編アニメーション、1989年公開の日本映画魔女の宅急便のご紹介です。では川村彩奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。魔女のキキは13歳になる年のある満月の夜、魔女のしきたりで独り立ちするため黒猫のジジと一緒に旅に出ます。美しい大都会コリコにたどり着いたキキは心躍らせますが、初めて訪れる都会でトラブルの連続。そんな中、魔女としての唯一の能力、空を飛ぶ力を生かしたお届け屋さんとして働き始めたキキ。様々な出来事や人々との触れ合いの中で孤独や挫折を経験しながら成長していきます。しかし当たり前に使えていた魔女の力が弱くなってしまい、宮崎駿監督の長編アニメーション作品です。ということで川村彩奈チョイスですけども、はい、これ32年前だよ。そうですね、生まれてないじゃん。生まれてない。いや見てないじゃん。いや劇場では見てないです。はいはいはい、まあ、関係ないです。いやなんでその柴田恭兵みたいな関係ないです。好きです。ああそう、はい、大好き。古典だもんね。もうね、考えこれ見ながら30年以上前なんだって思いながら改めて見ましたけど、うん、子供の頃から何回も見てる映画で、うんうん、セリフも分かるぐらいなんです。あ、ここでこの人がこうやって言う、はい、だけどなんか今見たら泣けました。なんか分かんないんですけど、うん、泣けるポイントがいくつかあって、キキが修行に出る前の日の夜のお父さんとのやり取りだったりとか、はい、お園さんの優しさとか、うん、最後トンボを助けに行くあのまっすぐさとかっていうの、はい、泣けるところが何個もあって、いやそうですね、はい、あのトンボのとことかはそうだな、うーんそんな曲でしたっけ。丸メガネのところそんな曲でしたっけ。あれおかしいな、あトンボって、結構な勢いのある感じでもいいよもういいです。違います。でも分かるよこれがいいと思うのは。いや本当にそうなんですね、うん、子供の頃見るのと今見るの全然違って、はい、でなんとなくストーリーは分かってるんですけど、はい、いざこうやって見てみると、あここでこういうつながりがあってこういう展開になっていくんだなっていうのが改めて分かったので。そうだね、なんか良かったなと思います。なんか危機のつもりで見てる世代っていうのと、はい、危機の親世代で見るストーリーが二重に楽しめたりとかするので、そうです、はい、その小さい頃見たけど年取ってからまた見ましたとか年齢重ねて見ましたってなると全然作品の印象が変わるんだろうな。変わりました。思うので、学びました。はい、はい、あ俺は今日これ32年前だっていうのにびっくりしたな。そうですよね。ぜひ魔女の宅急便気になる方はご覧になっていただければと思います。いやー映画って本当にいいもんですね。さあ今日は廿日市市にあります中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットなどを運営するニーザーグループの新沢良二社長にお忙しい中来ていただきまして、はい、で、まあ、出ていただく前にね、ちょっと押してるんで、あのこのコーナー30秒以内でお願いしますって言ったら、はい、ポッポーって言ったんで、なんでポッポーってか分かんないですけど機関車にね、慣れたということでせっか煙出されたんですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もボックスティッシュ5箱お持ちしました。よろしくお願いいたします。ポッポーって違うものが欲しいさてさて今日もおすすめの車のご紹介ということでお願いします。はい、ただいま K マーケットでは春の新生活応援セールを開催中です。今日もお買い得な目玉車をご用意しています。はい、では早速今日の目玉車お願いします。はい、今日ご紹介する目玉車は
人気のホンダ N ボックスです。車両本体価格税込み39万8千円で、平成25年式で色はブラック、走行距離は6万9千キロです。人気の N ボックスが39万8千円ということなんですけど、これ N ボックスの人気の秘密って何なんですか？はい。おしゃれなデザインと足元スッキリのベンチシートで、両側スライドドア、車内も広く使えて軽自動車と思えない機能が備わっていることが人気の理由です。スライドボアっつったスライドドアなのふわふわスライドボアってボアってふわふわになりましたね。ポッポーでもね、これからの季節で夏になったりとかすると汗かいたり水遊びした時とか車内で着替えるお子さんも多くいらっしゃると思うので、車内が広いっていうのは嬉しいですよね。あと両側スライドドアだとたくさん荷物もね積みやすいですもんね。ですね、はい、はい。こちらの N ボックスは特に人気の黒なのですぐに売れると思います。なあ、はい、じゃあもう宣伝しなくても一緒やって思うんですけど、手元に写真がありますけど、かっこいいですよ、言われるとかっこいい、かっこいい、はい。その他社外の SD ナビやフルセグ対応のテレビなども装備してますので、ぜひご検討ください。今日ご紹介した N ボックス以外にも日産ルークスやデイズなど多数目玉車をご用意しておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。はい、では場所の紹介でハマっちゃった。なんでハマったんですか。じゃあ場所の紹介、スライドボア。すいません。場所の紹介をお願いします。はい。広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅のと前を通り、もみじ饅頭の山田屋さんの斜め前になります。K マーケットという緑色の看板が目印です。では K マーケットの電話番号です。0829-30-7225 0829-30-7225 となっています。また毎週金曜お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、気になる今日の内容はタイを釣りに行ったお話を放送予定です。果たしてタイは釣れたのか、乞うご期待、ぜひお聞きくださいね。あー、おかしかった、上釣りました、ちょっとすいません、ちゃんとやってください。全くもう、うん、春と、うん、自分のコーナーなんだから責任持ってくださいね。MC がちゃんとしろって、俺たちにちゃんとやれちゃんとやれみたいな雰囲気だ。すいません。今日は中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットの新沢良二社長に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前さまさま、さあラジオカーの登場、今日は殿ヶ内香るですけども、どこにいるでしょうか。殿ヶ内さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、新しくできた駅を紹介します。駅とはいっても JR の駅でもなく、道の駅でもなく、里の駅がオープンしたそうなんです。はい、今私たち秋郡熊野町萩原というところに来ていまして、はい、ここに3月20日にオープンした新しい里の駅なんです、でここはトモビオパークという自然体験ができる公園の中にオープンしまして、はい、建物がねとにかくおしゃれなんですよ、コンクリート打ちっぱなしの壁にドライフラワーが飾ってあって、おしゃれな空間、そして今はウッドデッキもあって、ここに座ってるんですけれども、はい、里山の風景も見られるんですよ。じゃあお話聞いてみたいと思います。里の駅のスタッフの薬師寺千佳さんと、そして今日は地元の方がたくさん駆けつけてくれてるんです。あらあら、皆さんおはようございます。すごい元気でベリーカーブの T シャツを着て、はいはい、心強いです。ありがとうございます。うるさい。なんでですか。嬉しい。じゃあ、はい、話聞いてみますね。薬師寺千佳さんです。よろしくお願いします。お願いします。ここってね、駐車場も広いし、はい、食事もできるし、ま、いわゆる役割としては道の駅と似てるような感じがしますけれども、おしゃれですね。そうなんですよ。とにかくおしゃれにこだわってます。いや、そうですよね、はい、ここってどういう経緯でこの里の駅っていうのができたんですか。そうですね、そもそもは、うん、2011年になんですけど、はいはい、あのうちの社長が、うん、あの地元の仲間たちと里山を切り開いて、里山のパーク作り、そこから何もないところから果樹園だったり広場だったり遊具だったりを手作りで、はいはいはい、作ってきて、それが目の前にあるトモビオパークなんですよね。はい、そうですね、それがまずトモビオパークですね。でそこには今あの畑も目の前にあるんですが、うんうん、はい、そこで畑を作ったりとか、はい、で季節の花も今咲いてるんで、お花見とかにも、はい、
で中見てみると、はい、なんか雑貨とか服とかもたくさん置いてあるんですね。そうですね、あのそもそも社長がですね、はい、今あの服飾雑貨の卸会社をしておりまして、あと民芸雑貨でしたりとか、はい、あの自社のオリジナルの服とかそういうカバンとかもあるんで、はい、そういうのを下の雑貨コーナーに飾らせていただいたり、2階には食器だとか、はい、そういったものもおしゃれなものをとりあえずチョイスして置いております。だからその社長が熊野出身って、はい、そうなんです、熊野に、ね、そうですね、あの高校まで熊野で、はい、過ごされて、その熊野の皆さんにご恩返しっていうか、あの地域の活性のためにって、はい、社長がこの建物を作られました。はあ、いや失礼な話ちょっと、はい、熊野らしからぬというか、そうですね、おしゃれ空間でびっくりしました。そうなんですよ、もう渋谷かと間違うほどのおしゃれ空間が、はい、漂ってると思うんですけど、外出たら熊野だなっていう感じの風景でした、ね、これが、はい、これがいい、ね、これがいいとこですよね。だって畑でできた野菜がカフェでいただけたりとか、はいはい、そうですね、実際に売ってたりもしましたね。はい、あの産直野菜は地域の方が作っていただいたものを、朝どれの野菜を売ってますし、あの今ピザをあのカフェではやってるんですが、それはもうパークで採れた野菜を、その日採れた野菜を使って作った日替わりピザっていうか、いいですね、はい、じゃあそれをここのウッドデッキで食べてもいいし、はい、公園で食べてもいいし、公園でも、いやー本当、はい、気持ちいい、はい、外で食べるのぜひ、美味しいコーヒーなんかもご用意してますので、はい、はい、いや本当素敵な里の駅なんですが、横山さん、川村さん、はい、すごいんですよ、朝からたくさんの方が来られてて、うんうん、ちょっと休憩するのもいいし、わざわざ来てもいいなと思うような里の駅です。なんかさ、うん、おしゃれな空間なんですよっていう、はいはい、おしゃれさが、はい、一切伝わらない。めっちゃ受けた。ツイッターにおしゃれさアップしてるので、はい、見てください。本当おしゃれ。のテンションの高さが伝わってきました。はい、ちょっと簡単な場所だけ、広島市内からだと、うん、広島熊野トンネルをずっとまっすぐ進むと左手側に出てきます。はい、クロスに入る手前あたり、里の駅という看板が目印ですので、はい、おしゃれさを体感しに来てください。おしゃれです。おしゃれです。おしゃれだそうです。じゃあ里の駅からお伝えしました。はい、ありがとうございました。みんなありがとう。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。わーって言わないんだね。うるさい。言いたいだけ。ありがとうございました。三好のネッシーさんです、はい、家の前の団地の共有地の林は山菜の宝庫です。吹きのとう、雪の下、すでに美味しくいただきました、はい、今からはタラの芽にわらび、三つ葉やみょうがも生えます。吹きもだいぶ大きくなりました。土地の所有権はどこにあるのかちょっと明確にしてもらわないと。まあね、共有地ね、窃盗、うんね、ですよね。あ、まあ、家族でね、ちょっと山菜取りに行きましたとかっていうのも窃盗だみたいな状況ですから、ちょっと所有権を発揮させてもらったニュースです。午前様様、ラジオネーム、ケスノピッチの母さんです。人事異動で新しい職員さん3人やってきました。おい、まだ挨拶程度でゆっくりとお話はしていませんが、一番トップの管理職の方は学生バイト君とのやり取りを聞いていると、うん、なかなかユーモアのある方な様子です、はい、新年度初日の職場の雰囲気が思ったより和やかで安心しました。はいはいはい、はい、うん、そうだね、そうですね。でもね、なんかあのそういったフレンドリーな上司の方っていうのはね、はい、意外とあの周りの人とかにあの人ちょっと言い過ぎるよねみたいなずかずか来るよねみたいに言われる可能性があるから、ね、感じ方がね、そう、それぞれありますけど、あの社会に出てから感じることは、うん、一番最初にすごく優しくしてくれる人、はい、となんかつっけんどんだけど、なんかなこの人とっつきにくいなみたいな人の方が後に付き合いが長かったりとかするよね。うん、それはありますね、うん、最初すっごい怖かったんですこの人のことっていうの、うんうん、徐々に徐々に打ち解けていくみたいな、はい、ありますもんね。なんか最初からはいこんな感じですよって感じだと、あれなんかさらけすぎて早い段階で、うん、持たないみたいな感じが逆するけど、ええ、ちょっとずつちょっとずつこう距離感が近づいてくる人の方が長く細くだけど、うん、
その付き合いが長い気がするよね、はい、そうですね、うん、距離感だったりするんでしょうけどね、するんだろうね、うん、いやだけど本当会社入った時にさ、はい、その先輩方はみんなすごいなと思ったし、はい、あとは自動車免許取った時をみんな思い出してほしいのよ、リスナーの皆さんは。その免許取りに行った時の教習所とかで、はい、みんなすげえなと思ったよね、うん、車ってこんな運転するの難しいのかとかさ。そうですね、街に出たら普通に皆さん運転してますもんね。で高速教習とかさ、怖えーとかって思ってたけど、今当たり前みたいにハンドル持ってちゃう、うん、だけど最初怖かったじゃんとかさ、はいはい、ああいうのとかは会社も一緒だよねと思うよね。うん、そうですね、うんうん、だん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 と、はい、移動して来られる人も多分すごい不安だったりしますもんね。そうだね、うん、今横山モーでさ、はい、すごいたくさんの方来てくださってて、でさっきあの川村彩奈ステッカーを渡せなかった家族も待っててくれて、受け取りましたとかっつって、いやーすまんありがとうございます。でまた違う方たちも来てくださって、あこれバターケーキですとか、でこれシュークリームですとか、あららららでこれなんかお菓子持ってきましたとかっつってくださって、はい、ですごい皆さんがさ、なんかいる中で、一人だけ女性の方がいらっしゃって。うん、で、その方がすぐずーっと喋ってたら、オンラインイベントの一番最初に私が読まれて、で、私は本当権利はなかったんですけど、ステッカーとかをなんか一回送ってくださって、住所間違ってて、またもう一回なんか送り返してもらって、で、すいません、ちょっと私ばっかり喋ってて、で、それで、でもなんかずっと喋ってたけど、うん、そっか、最初はこうなるよね、と思いながら、周りの常連さんたちがみんな、うん、最初はそうなる、みたいな感じで、温かく、ね、そう、見守ってくださったけど、うん、いろんな方々が一歩踏み出すことで、楽しいこと、はい、とか今まで見られない景色がまた見られたらいいなということで、はい、皆さんの生活を豊かにする方を今からご紹介させていただこうと思います、はい、ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です、ババさん。今日も初心を忘れずに頑張っていきますよ、はい、そうですね、はい、私皆様の生活のお供を、はい、させていただきます、ババでございます。なんだろう、初心に帰ろうって言うけど、自分を売ろう、自分を売ろう。ちょっと待って、まず自己紹介からですね。あ、そうです、はいはい、皆様のジャパネットのババでございます。あ、なるほど、はいはい、会社名を先に言わないとね。ババですだけ言ってもダメよね。そういうことなんですよね。そうです、そうです。だからババネットって言われるんですよね。我がみたいになっちゃう、すいませんね。そうなんです。いや、まあ、そんなことどうでもいいんですよ。もう今日はね、はい、訳ありセールでございます。なんでしょう。ある訳があって、特別にめっちゃいい商品がお安くなるんですけど、はい、何かというと羽毛掛け布団なんですよ。はい、あったかいあったかい冬用の羽毛布団。お、ただもう4月も2日ですよ。そうだね。となればね、そろそろどうしようかなと、夏の合掛け布団にね、そろそろ変えていこうかなっていうタイミングじゃないですか。はい、だから逆転の発想、冬のお布団、ジャパネットの倉庫にちょびっとだけ眠ってますんで、うん、これを全部最終売り尽くししようと、はい、これが今日のわけでございます。なるほど。で、2つ目のわけ、実は残った色がですね、あの暖色系の方が全部完売しましたんで、寒色系、いわゆるブルーなんですよ。はい。ただお布団ってね、カバーかけたら柄覚えてないでしょ、うん、全然。あれ、自分が今どんなの寝てるか全然わかんない。わかんないでしょ。分かってない。そうなんですよ。だから柄ってね、うん、たまにこうお布団カバー洗濯するときに、あ、こんな色だったなって思い起こすぐらいで、うん、ほとんど関係ないっていう方が多いと思うんで。あとこれ、ね、その寒色系水色がベースになってるけど、そうそうそう、俺のとこ写真あるけど、ええええ、むちゃくちゃ高級感があって、別に何も、うん、あのマイナスポイントなんもないですよ。でしょ、はい、いわゆるロイヤルブルーなんですよ、これね。なるほど、そうやって言うのね。そう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 、言ったらほらね、ちょっと商品価値高まるじゃないですか。言い方気をつけましょうよね。あ、そうだね。そうですよ。ただの青とか言わないんですよ。あ、ダメ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 。ロイヤルブルーと呼んでくださいよ。水すましの水。そっちじゃないね。そう。いや、だから、もう本当に柄もう任せていただけるっていう方にとっては、今日はめちゃめちゃお得になるというのがショッピングでございまして。はい。しかもですね、もう朝から皆さんにこれ喜んでいただいてるのは、お持ちしたのがハンガリー産の羽毛が使われた高級羽毛布団なんですよ。はい、ハンガリーって冬になったらマイナス20度30度の世界ですよ。うん、まあ、私行ったことないんで人から聞いた話ですけど、でしょ、だからもうその寒い地域の水鳥はより豊かな羽毛をふわーっと蓄えてるわけなんですよ。なるほど。はい、そのハンガリー産が中に贅沢に 85% も使われていますと、うん、だからこれ品質で言うと四つ星品質、エクセルゴールドラベルっていうことなんですね。はい、まあ、簡単に言ってますけど、これ世の中に流通している羽毛布団でこのゴールドラベルがついてる商品ってそもそも2割しかないですからね。世の中、ね、そうなんですよ。8割はもうこのラベルなしで売ってるわけですから、うん、ラベルがついてる時点で高級なのに、今回
三つ星じゃなくて四つ星品質、はい、より品質が高いっていうことなんですよ。ほうほう、いいでしょこれね、はい、しかもですね、もう私これ本当いいなと思ったのは、いい羽毛になると、うん、吸湿性と放湿性が抜群なんです。ほう、だから羽毛布団って普通はほら冬だけっていうイメージじゃないですか、はい、ところがちょうどこれぐらいのタイミング、来週はまたちょっと冷え込んできそうですからね、はい、こういう時に使っていただいたら、かいた汗をスーッと吸って外にふわっと逃がしてくれるっていう働きがあるんですよ、うん、そうだからお布団の中は常にサラッサラの状態をキープできるわけなんですね、はい、だから皆さんお手になさるんだったら質の高い羽毛が使われたものにしましょうと。ね、お布団はこの時期でもサラッサラなんだ。そうなんですよ。でも寝てる本人はベッドベトみたいなこと？いやいや、そんなことないですよ。汗かいてベッドベトみたいなのない？かいた汗は吸ってくれる。ああ、そう、よかったよかった。そうです、そうです。布団はサラサラだけどさ、ね。違う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 。ね。だからスーッと吸って、そーっと逃がしてくれますから。はいはい。お布団の中がサラサラの状態をキープできると。うん。だから、今買ったらですね、今年もね、おそらく5月の下旬ぐらいまで使えますよ。ほう。ね。で、また半年ぐらい眠らせていただいたら、うん、また半年後には使えるわけですから。そうですよね。そうですよ。お布団って、いいものがお安くなった時が買い時なんですよね。だから、今日はとんでもない価格を出しますから決めてくださいと。こういうことでございます。はい。行きましょう。シングルサイズのお値段。これ冬場本番だったらね、2万円はなかなかくだらないんですけど、それをなんと今だったら売り切り1万4800円です。はいはいはい。来ました、1万4800円。普段2万を切ることもないぐらいのものが、そうそう。1万5000を切ってるってこと、ね、1万5000切ってるっていうことなんですよ。ということはね、夫婦で2枚買っても3万円いきませんということなんですよ。これだったらどうです？そうだね、もう見るからにふわふわですもんね。そうな、ふわふわもこもこサラサラですよこれ、ね、だからいいものが安くなった今日の訳ありセールは皆さんお聞き逃しのないようにお願いしますと。はい、こういうことですね。もう倉庫の数がなくなっちゃったら終了なんで、もう来週はおそらくもうありません、うん、そうか、この金土日で全部売り切れると思いますんで、うん、ぜひぜひ気になった方はお早めのフリーダイヤル0120-441-555番、441-555番にお電話お待ちしております。じゃあ週末は何するの？今度の週末はね、ちょっと家具を一個ね、うん、見に行こうかなという予定してるんですけどね。家具ですか？そうそうそう、ダイニングテーブル、ちょっとちっちゃめのやつがね、うん、欲しいなと。今住んでるマンションがね、ちょっとリビングが狭いんですよ、リビングダイニングが。だから今までの大きいテーブルは処分して、はい、ちょっとちっちゃいのにしたら、はい、スペースが有効活用できるかなということでね、え、ちょっとちっちゃめのテーブルを、え、なんですか？紹介するものもリスナーの皆さんの生活を豊かにするけど、うん、自分の生活もすごい豊かにしようみたいな、いや当たり前じゃないですか。なんかすごもりすごもりしてますよ ね、家の中で過ごす時間一番長いのはリビングダイニングですからね。そこだけはちょっと見栄えよくね、いて落ち着く感じに作り上げたいじゃないですかね、ずっとテレワークでラジオショッピングやってた時があったじゃん、はいはいね、はい、でちょっと家族が近くにいる状況の中 でテンション上げてやってる時あったけど、あのなんか機嫌が悪かった家族とかは機嫌治ったのも今は大丈夫ですよ。あの時にはね、あのトリトンの方に住んでましたからね、うん、そうかそうかそう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 、引っ越しされましたからね、なんで私こんなに詳しいんだろうって ババさんにものすごく詳しくなりますよね。ババの事情にねありがとうございます。今はね TBS 近くで、え、あの快適な生活を送らせていただいております。家族も快適だろうね。そうですやっと出てたわあいつみたいなじゃ あの素敵な週末を過ごしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は地下とか屋上とかでお送りしています。はい、初メールというコーシー&リーマンさんです、うん、いつも東京からエリアフリーで楽しく聞いていますと、はい、上京したての頃、自分と同じ時期に上京してきた地元の友達2人と新宿駅で待ち合わせをしたことがあります。はい、その待ち合わせ場所を改札口にしていたのですが、なかなかたどり着けず新宿駅の地下をさまよっていました、うん、最終的には友達に電話してなんとかたどり着けましたが、友達には田舎者すぎるやろうと笑われました、うん、
むしろ1ヶ月でそんなに田舎者が抜けるのかとちょっと突っ込みたくなったのを覚えています、うん、何年前の話だろう。どれぐらいですかね、上京したての頃。でも電話でつながったってことはもう携帯がある時代ってことだもんね。あ、そうですね。なんか携帯がある時代の待ち合わせって何のドラマもないよね、うん、まあすぐつながりますもんね。全然わかんなかったら電話すればいいですね、うん、だって俺らも最近7時、はい、流れ変わって言ってもそれで終わるもんね。はいはいはい。店も何も決めてないの、で6時50分ぐらいにどこどことかって、うん、あ、ここに入った、分かった、行く行くみたいなことじゃん、はい、昔もう仕事が遅れようもんならもう連絡のしようがなかったからね。はい、そうですよね、うん、今誰がどこにいるのかって分かんないですもんね。分かんない。で本当に来んのか、間違ってんじゃないのとかっつって、で家電話してみたりとか、はい、いやほらね、留守電だしさ、でも会社電話するのもねとかと思いながら、いや来ると思うんだけど、いやもう1時間経ってんだけど大丈夫かねとかって、お店の方々がさ、はい、連れの方はとかって、あ、来るはずなんですけどとか、どうされますか、なんか飲み物だけど、そうですね、ビールだけじゃ一杯だけって、もう頼まないともう悪いみたいな感じになったりとか、もういても立ってもいられないですもんね、うんうん、あんなことすごいあったよね。うん、なんか駅とかも掲示板があって、うんうん、そこにいろんなメッセージが書き込まれてたりしてたっていうのを聞いたことはありますけど、ね、か例えば自分の中では中堅八甲渋谷とかだったら、はい、八甲の尻尾とか、うんうんうん、八甲の右前足とか、八甲じゃダメなんだよね。はぁ、具体的に言っとかないと。うん、ドキドキ感ってのありますよね、きっと。高ブランカさんです。はい。小学校の体育館のステージの下が地下倉庫になっていました。うん。体育で使うマットや折りたたみの椅子などを置いてありましたが、コンクリート剥き出しでひんやりした空気が秘密基地みたいで入っていくのが楽しかったです。はい。学芸会の時はそこが劇や音楽をする出番の前の控え室になっていて、うん、ドキドキと緊張しながら待っていたことを思い出します。あ、そうだね、そうでした。私も小学校かの体育館はもうステージの下に全部椅子が収納されてて、うん、でガーって出したら、うん、もう椅子がダラーってひな壇みたいなのがダーッと出てくるでしょ、客席みたいなのが、そうです、全部椅子でした。すごいね、うん、もういろんなところに収納があるんだなと思って。俺らの時はもう本当、はい、みんなでパイプにさせてって言われて、すごいもう大変だったよね、うん、でもあそこを開けるとイベントが始まるっていう、はい、地獄だったな。でも体育館にあるさ、はい、体育用具置き場、はい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 、倉庫みたいなとこ、あります。マットがこうくるくるんとなってたりとか、はいはいはい、あと玉入れとかのね、うん、なんかあと、あの飛び箱とか置いてあって、置いてあります、ね、で友達がさ、飛び箱を開けてさ、よいしょ、そっち持ってって、こっち持って、はい、よいしょ、よいしょって、はい、頭だけ上げてさ、はい、で、その中に入ってさ、隠れたりとかして、閉めるよ、閉めるよとか閉めるで、しばらくしたら、ごめん、本当に怖いからちょっと開けて、一回開けて、開けて、開けて。それは怖いですよ。ちょっとドキドキするって言いながら。はい、ねそう。本当に鍵とか閉められるんじゃないかって、あの扉も重いし。いや、恐ろしいよ。わかります。あのさ、学校にあるマットとかさ、多分、むちゃ汚いよね。はい、まあね。ね。ちょっと、ボフってったら白い粉がバッて舞いそうな、めっちゃ汚いよ。だけどマットとかにゴロンってなったらむちゃくちゃ楽しかったよね。すっごい包み込んでもらいましたよ。むちゃくちゃ体に虫がつくんだろうね。もう洗うのも大変ですもん。あとなんか体育館のステージの袖の、うん、舞台袖に階段があって、うん、でちょっと半地下みたいになってて、うん、でそこに上に向かっていくはしごがあったんですよ、うんうん、すごい登りにくいはしごがあって、はい、でそこを登っていったらなんか犬走りみたいな。あのね、川村さんが喋ってること全然もう体育館の形状も分かんなくて、端っこにが半地下になってて、でだからそこではしごがあって生活をしてる家族とかいたりする。すいません、パラサイトではないんですけど、あの 体育館の上の2階のカーテンを閉めるための通路っていうのありましたよね。ありましたよね。ありますよね。わかんない。え、本当ですか？体育館って窓あるじゃないですか、上の方に。ありますね。で、そこにカーテンがついてて、うん、で、そのカーテンを閉めるためだけの通路っていうのがあって、ちょっと2階みたいになってるんですけど、うん、でも本当に人一人分しか通る幅がないんですよ、うんうんうん。その体育館のカーテンを閉める役割っていうのを、すごいしたかった。はい、任されたらものすごい嬉しかった。待って、あんだけ長い説明聞いて、すごいしたかったっていうのが、オチ。え、この細かい思いで共感してくださる方いないかなと思って。オチが。いや、オチはないんですけど。例えば、はい、あのうちの近所にね、え、なんかあの棒が立ってて、その上に丸いのがついてて、はい、なんだろうなと思って、そこで待ってたら、すごい大きいなんか
車が来たんですよ。タイヤが4つついてて、4つついてる、ね、うん、でなんか帽子かぶった人が運転してて、はい、なんか「はいどうぞ」って言うから、あ、乗っていいのかなと思って乗って、はい、それででもなんか整理券ですとかって紙が出てきてさ、でその番号振ってあるので、どうやらその番号がを見ると料金表みたいなのがあって、それでこのカードを持ってる人はこの料金とか分かるらしいの。でずっとなんか別目的地もないけど、まあでも乗っちゃったからと、ガタ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 って、で月見ヶ丘団地ね、で乗ってこたかった、月見ヶ丘団地ぐるーっと回って、そこからでエコープンとかずっと降りてって、で八重川の橋のとこガーッつったら宮古市バスセンターがあるのね、まあ広島市そごうみたいなとこで、そこに、あ、もうそろそろ怖いからこれ以上行ったらまずいからと思ったら、なんか壁に押していいとこがあるのね、壁にピンポンって鳴るの、そこ押して、あれ押したくなるね。みたいな話、河村の今の今の河村の話の分量、その分量で返しました。あれ押したくなるねっていうのが、そんな分量はなかった、その半分ぐらいだったの、その半分ぐらいだったと思いますけど、はい、いやでもあったんですよ、つぶやき素人的なやつ、ううこれ押したくなるねで終わり。あの体育館の2階のカーテンを閉めたくなりました。子供ながら続いて、はい、福山のコウモリ男さんです。10年前、今住んでる家を建てる時に屋上庭園を作ってみたかったんですが、予算の関係で妻に却下をされました。はい、未だに屋上庭園というのは僕の憧れです。どこに住んでるの分かんない、どんな家を建てようとしてどんなところに住んでるのかだよね。福山のコウモリ男さんですから福山だとは思いますけど、うんうん、どういうところですかね。でもよっぽどですよね、屋上庭園よっぽどだよ。で平たくしなきゃいけないわけでしょ。はい、ね、ってことはもう建物の形状も決まってくるよね。うん、昔さ、吉川晃司さんが武道館でライブするときにさ、はい、あの吉川晃司さんって吉川は晃司だから KK なんだよ。ほうほう、イニシャルが、イニシャルが、はい、で KK っていうロゴがデザインされたステージを作って、でその上で歌うんだけど、はい、それがその平べったいところに置いてあると見えないじゃない。はいはいはい、はい。せっかく巨大な KK って書いてあるロゴが作られてるの。うん、はい、だからそれを若干お客さん側に向けて立てたのね。ああ、で、はい、そこで吉川さん歌ってたけど、もうずっと足がつってたって、もうずっとハイヒールを履いてるみたいな状況、はいはいはい、あんなしんどいとは思わなかったって言ってたけど、その空中庭園もそうだよね。そうですね、屋上庭園も。ね。うん。でも平たいところにしないといけないじゃない。はい。で、自分がそこにいるときは分かんないわけですよね。分かんない分かんない。屋上庭園の良さっていうのは。あれ待って、平たくすると、屋上に庭園作ると水が溜まるんだってことが。うん、分かったりとかして、じゃあちょっと斜めにしなきゃいけないんじゃないの、水はけよくするためにと思って、はい、だから、え、庭園だけど斜めだから落ちそうになるんだけどみたいにもういろんなこと考えなきゃいけない、ね、下の家の屋根もちょっと斜めになりますし、ね、うん、あとなんだろうね、上が肥料臭いんだけどって、なんかリビングとかで却下されたのはね、いや、予算の都合だけではなかったかもしれませんよ。あとは伊手前ボーイからね、はい、小さい頃からラジオが好きでした。特にプロ野球中継が好きで、はい、全国の地方局からの中継を聞くために電波を少しでもきれいにキャッチしようと、当時住んでいた集合住宅の屋上に夜な夜なラジカセを持ち込んで楽しんでいました。RCC ラジオの周波数も調べ、広島市民球場からの中継もよく聞きました。今バラエティ専門の横山さんとか道森さんの実況中継の声も耳に残っています。ラジコのおかげでまた声を聞くことができありがたい限りですって。本当に苦労して聞いてくださってたんですね、うんうん、じゃあそうだね、うん、昔はね、それこそ夜だと遠くの電波が届くとかって言ってたもんね、はい、そうですよね、うん、これも不思議と、ね、そうだね、うん、広島、まあ、使ってる人が違ったりとか、はい、電波状況が変わったりとか、あとはそれこそ海沿いだったら、あの何にも障害物がないから向こうの電波を傍受しやすいんじゃないかと思うけど、波が邪魔していかなかったりするんだよね。不思議だよね。の電波っていうのは目に見えないけど。だって俺32年放送局にいるんだよ。はい。未だにテレビがなんで映るのか、ラジオがなんでみんなの家で聞けるのか、うん、1ミリも分かってないです。そうですよね。うん、1ミリも。私も分かんない。手で遮ったって届きますもんね。全然。携帯なんかさ、はい、バッグの中入れてても鳴るんだよ。ってことは俺も突き刺さってるって。俺も通り抜けたよねって思うじゃん。ツーンってなるんですもん。うん、もうだからよく分かってないけど、もう多分串刺しもうすごいいっぱい刺さってんだと思うよ。
そうです ね。いいお肉になりますね。鍼灸院で寝てる人みたいな、すごい張り刺さってるんだけど、確かにそうですね、あんな感じなんだと思う。それなんだったらちょっとね、うん、体にいい効果とか、そうなんだ、付与しようもんなら、あの携帯の電波とかをなんか分かんないけど体にいい電波を流してもらえたよね。すごいちょっと、ね、最近、ね、肩が軽くなってみたいなのにしてほしい。一石二鳥、これが生産性ということでしょうか。そう、そういうことです。じゃあちょっとこれからね、携帯電話料金を安く安くって政府が言ってしますけども、政府はそういったこともやってください。携帯の電波他全ての見えない電波は体にちょっと電磁波みたいなの、そうですね、凝りが取れる、でちょっと冬は暖かくしてくれたりとかしてくれたらいいかもしれないですね。うん、なんか携帯を腰に置くとちょっとポッポするよねみたいな、そういうのとかさ、本当に実りのないトークですよ。捻挫したら携帯を置いたらさ、しばらくしたら治るぜみたいな、ああいうの。もうそれこそ手放せなくて、ね、治癒能力があるやつ、治癒能力あるといいですよね。シモティーナさんです、はい、地下といえば広島駅が古かった頃の北口と南口をつないでいた地下道です。横幅や高さのない閉塞感と微妙な薄暗さに恐怖すら感じていましたが、人通りが少ない時に僕の前を歩いていた女性はもっと怖かっただろうなと思います。怖かったですよね。あそこは怖かった、ね、緑色でしたよね。なんか緑色だった怖かった。なんかところどころ臭いし、いやあれさ、ずっとずっと歩いていって最後出口には巨人の人体に入っていくんじゃないかみたいなそんなイメージすらあったもん。いや、 やたら長かったね。どこに入っていくのこれみたいな、そうですそうです、感じがあった。はい、本当怖かったです、地下道、うん、今はねもう綺麗になりましたしね。そうだね。ただ広島駅の方もね、古い建物は今全然取り壊されて、うんうん、真っさらになってるから、そうだね、どんどん変わっていく。あ、こういう思い出もね、でもしっかりね、心の中にしまっていきたいですね、はい、ということで今週は、はい、地下とか屋上とかで皆さんからメッセージいっぱいいただきました。はい、さあそれでは来週のテーマを発表します。来週から新学期が始まるよというお子さんも多いと思います、はい、来週は体育の時間というテーマです、うん、学校の体育の授業で起こったエピソードを教えてください、はい、例えば小学校の先生はサッカー部の顧問でやたらとサッカーの授業が多かったです。時には他の授業をすっ飛ばし2時間続けてサッカーになるということもありました、はい、運動が苦手な僕は嫌でした。こういうやつがいたらもうこいつの親とかが、なんか先生がちょっとサッカーばっかりさせるんですけどとかつって新聞出たりするんだよね。今日の新聞見たらさ、先生が授業中にホラー映画見せたっていうのがいいじゃん別にとかって言ったら15歳以上はい、なんか15歳未満の人たちは親の許可がいる映画だったようでとかって言うけど、その一回何かミスったとかちょっと何か考え方が違うだけで新聞とか載るのも気の毒だよね。辛いですよね、ずっとその先生はねそれを持って生きないといけないわけですよね。あと今日もワイドショーでさ、谷原章介が始めた新番組とかがさ、どっかの東京の駅で桜のもう満開の写真が撮られるホームがあってさ、駅の、はい、でその写真撮る人たちが電車にぶつかりそうで危ないっていうのをひたすら隠し撮りで撮ってんのね。でモザイクかけてんだけど、それ隠し撮りだよねって思うのと、それさ別にその人たちが悪いわけじゃなくて、はい、JR の人が注意しないからおかしいんじゃないのって俺は思ったのね、はい、なのにあたかもその人たちが悪いかのようにずっと全国ネットでそれをやってるけど、それ意味あるかな、全国ネットでやる意味とかって、ね、思ったりとかするから、みんながもやもやしますね。もやもやすんの、はい、見てる方も、はい、だったら桜綺麗ですねとか、葉桜になりましたねとかの方がよっぽどいいわみたいな気がするから、はい、こうやってさ嫌でしたみたいなこととかを、これ書いたディレクターちょっと手挙げてください。馬腰でーす馬腰でーす。そうですか、うんうんうん、まあね今日も散々ね馬腰さん話題になってますけど、そうだね、まあ、うん、本当ねこうやって番組のムードを悪くするようなことをこれもからも続けていくようなことがあったら、本当今年から俺らゲタリンピック一切参加しないから。いやいや待って待って、一回も参加したことないけど、ゲタリンピックの司会とか全部断りますからそうですね、気になってはいるんです、ね、ギャラゲタ乗せてもらえます、ゲタ貸してもらえないとそれでもできないと思いますというわけで来週のテーマ体育の時間で皆さんからお便りお待ちしております。さあそれではここで一曲です。横山さんが自宅の屋上に立つと歌いたくなっちゃうという一曲をお送りしようと思います、はい、玉置浩二さんでメロディー、はい、すいません最終回みたいになっちゃった
思った以上にやっぱりね、パンチ力あって玉木浩二しっとりしっとりっていう感じの、じゃあ続けて幸せのランプをちょっとかけてもらってこれもねまたいい曲なんですけどね、またぜひ皆さんに後日お届けしたいです ね、やっぱ玉木浩二をするべしだなこれを横山さんは番組全部持っていくみたいな屋上で歌いたくなる、しかもスタッフがまさかのフルコーラスこの辺りでとかいう指示もなかったっていう、聞きたかったんだよねしっとりさせました、玉置浩二さんでメロディーお届けしました。さてさてこの時間になりますと午前様クイズのおさらいと当選者発表ということで、今日は私から、はい、地下とか屋上とかで問題を出させていただきましたけども、はい、私横山、自宅に横山家専門専属、はい、横山家しか使えない、みたいな屋上があるんですが、はい、そこに行くと、必ずもう8割9割方やりたくなることは何でしょうか。正解は今流した玉置浩二メロディーを歌いたくなると、はい、うん、もっと感傷的にもねなるんですよ、なりますね、なんか感傷的になるんですよね、うんうん、夜だと特に泣きたくなったりするんだよ、わかりますわかります星を見ながらスーっていう瞬間もありますよね、はい、はい、今日の午前様クイズ富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、今日はこちらの方々にプレゼントします、はい、ラジオネームかきぴーさん、隣のたまさん、へさかのプリンセスさん、3人の方です、おめでとうございます、はい、それぞれおめでとうございます。ラジオネームアイリスさんです、はい、この春休み長男そして長女の子供たちの児童クラブの送迎を頼まれています、うん、それぞれお迎えに行って、学年が違うので行く場所も違っています、車の中のおしゃべりを楽しみながらおばあちゃんも頑張ります、はい、今日も仕事しながら楽しみに拝聴いたします、おい、ありがとうございます、はい、環境が変わってね、本当にいろいろ皆さん変わられてますね、うん、おいおい、ガブリンノさんです、昨日は青空に何本もの飛行機雲を見上げ、私が鳥だったら雲のトンネルを通って遊ぶのにと以前思っていたことあったなってしばし見続けました。私が鳥だったらとか思うのかないやそれあるんじゃないですか、なのに悔しいことに私は豚みたいなこと、いやいやいや、そんなことないです、ちょっと鳥になりたいと思ってたけど気がついたら私は魚でも飛び魚やったみたいな飛び魚、ね、どっちでしょう、鳥でしょうか魚でしょうかみたいなラッキーな確かに風に生まれたいよね、なりかけた、うんうん、なりかけたのかどうかも分かんないですけどそうですよね、いろんなことを想像、鳥なんだけど鶏飛べないんだけどなんでじゃろうとかっていやいや謳歌してると思いますよそれぞれの人生を、そうそう、この日曜日ゴルフの花見最終回ぜひ19年の終わり見ていただければと思います。午前様また来週、さらばじゃん。